まあ、だと思う。多分これは始まった。きっとこれは始まっていると思う。こんばんは。あ、やっと来た。こんばんは。居酒屋からこんばんははレベル高いでしょ。一人居酒屋。誰かがいるのに配信見てたらモサよ。っていう感じで、今日も週末なんでね、だらだらと配信したいなと思っておりますので、暇人の方いたらね、ゆるっと見ていただければっていう感じですね。今日はですね、昨日飲まなかったお酒が、常温で僕の仕事部屋に置いてありましたので、こちらを飲みたいと思います。プラスアルファは今、ウーバーで頼んでるんですけど、なんかあと20分くらいかかるそうなんで、これ飲んじゃいます。これさ、缶のハイボールって濃いよね、ちょっと。だからなんか、常温くらいを氷ガチガチの中に入れて飲むのが程よいんじゃないか理論。おーおー、ではでは、いただきます。乾杯。今週もお疲れ様でした。あー、炭酸超抜けてる。全然美味しくねえ。やばい、これ。どうしよう。ウイスキーの水割りになってる。はい、っていう感じで、今日もね、コメント読んでったりとか、まあ、そんくらいしかないんですけどね。また、まあ、今週1週間を振り返ろうのコーナーです。今週はですね、シャツの発売があったりしたんですけども、その日に配信しちゃったから、特に喋ることないんですけどね。あと、あれだね。明日ちょっとバイク見に行こうと思って、ちょっと先輩にね、こう、いいバイク屋さんありますかって聞いたらね、なんか、4つくらい教えてもらえたんで、なんか行けそうなところがあったんで、ちょっとそれ行ってこようかなと思ったんですけど、まあ、ハーレー買おうかなと。だからね、こういう配信でなんかバイクみたいなコメントあったりとかして、なんかちょっとね、欲しくなっちゃったんだよね。まあ、SR かハーレーのどっちかをちょっと見に行こうかなと思ってました。明日ちょうど友達が車出してくれるっていうんで、ちょっと行ってきます。新車ではないですね。新車じゃない。中古。新車なんて今すごい納期かかりそうじゃない？でもう中古でね、先輩はナックル買えよとか言ってたけど、ナックル来るなんて俺が買ったら故障する未来しか見えないんでね。まあ、程よいものを。まあ、別に超バイクが好きかって言われたら、まあ、足として使う人間なんで、なんすかね。難しいところなんですけどね。まあ、好きだけどね。めちゃめちゃ乗ってたし。バイク何が欲しいんですか？一応、ハーレーのスポーツ系かのスポーツスターとかになると思うんですけど、どっかいっぱい在庫置いてるとことか知りません？逆に。明日何件か回ろうかなと。そのメガネお初ですか？いや、これもう2年前くらいからかけてますね。マルジェラとマイキータのやつですね。レインメーカー M さん、レザーかっこいいですね。あ、そう。この前見したレザーのジャケット。今日これ着てね、筋トレ行ったらね、いかつって言われたね。11月の2週目だね、多分ね。あ、ウーバー来た。早っ！
すいません。離脱してました。よいしょ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 。よいしょよいしょよいしょ。このハイボールまずい。アンニュイパパさん、出かけようと思ったらライブ始まって家に、いやいやいや、出た方がいいでしょう。メガネ、うすら何色入ってます？わー、何色なんだろうね、これ。最初からこの色だったよ。わかんないですね。茶色？なんだろうね。グレー？わかんない。スポーツスター乗りやすいですよ。そう、スポーツスターが一番乗りやすそうじゃないですか。で、ね。初めての大型なんで。今まで400とか2半しか乗ってきてないんで。なかなかね、怖いんで乗りやすい方がいいかなと思って。キングヌーカン、確かに。キング、このメガネしてるとすげえ割れる。バブアーのアウター持ってますか？バブアーはめっちゃ持ってますよ。ちなみに今度、バブアーのルックブックみたいのを撮ります。この前ね、インスタにもあげたんだけど、インターナショナルっていうバブアーのジャケット買ったのよ。多分、バブアーの中でも一番分厚いやつ。あれかっこよくてさ、単品でやろうと思ったんだけど、ちょうどバブアのトランスポートとか、あとなんだっけ、スペイとか、ちょっと短めシリーズで、ルックブックを撮ってみました。練馬のハーレー・ダビッドソン。それね、昔行ったんですよ、2年前くらい。で、883、パパさん入ったら連絡くださいって言って、もう2年連絡ないから、もう行かない。ブルーグルーブ。あ、それね、教えてもらった。ただちょっと遠いからさ、あとなんかサイト見たら、なんだっけな、予約制みたいなこと書いてあったから、ちょっといきなりはいけないなと思って。行ってみたいですけどね、なんかヴィンテージハーレーいっぱいみたいな。ただ壊しそうなんだよね、本当に。ランナーさん、おいすー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 。身長高めなんですが、レザージャケットの L サイズ、着丈どのくらいですか？着丈どのくらいですか？着丈は、175で、ちょうどチンチンの下ら辺ですね。ちょうどチンチン下くらいですね。今着てるレザートラックジャケットってどこのですか？これ僕が作ったやつですね。まだ、あれっす。売ってないですけど。多分来月の第2週の木曜日にやろうかなと思ってるんですけど、変更なければね。今サンプル出来上がってそれをしこたま着てるんですけど、それで変なところだったり気になるところがなければ、このまま行くと思います。兄貴ならレザージャケットの下は何を合わせますか？僕はスウェットにブーツ合わせてましたけどね。デニムでも全然いいと思うけど、あとあれだね。チノパンとか、リッキーズとかでもかっこよかったよ。ハーレーだったら都内じゃないですが、千葉のパンデミックというお店がいいと思います。へえ、結構その、いろんな何車両も置いてるところがいいんだよね。スポーツスターめっちゃ値上がりしてますよね。あ、そうなんだ。相場がさ、ちょっと全然わかんなくてさ、スポーツスターだと今いくらくらいなの？ちょっとカスタムしてあるやつが良くてさ、ソロシートでさ、なんだろう、すり抜けしやすいやつがいいなと思ってて。まあエンジンの形にもよると思うんだけど、大体どれくらいなの？今相場って。現金で買おうと思ってるからさ。もう下ネタ始まっちゃう。下ネタ言わないよ、こっちのチャンネルは。
濡らしたティッシュを缶に巻きつけて冷蔵庫入れるとめちゃくちゃ早く冷えるらしいですよ。あ、そうなんだ。ただもう氷入れちゃったからさ、もう無理なのよ。ショベルヘッドとかね、ナックルヘッドとかエボとかいろいろありますよね。まだハーレー知識詳しくないから、なんか多分見た目のフィーリングとか乗り心地とかで選んじゃうと思うんだよね。あまりにも古いのだとちょっとメンテナンスとかも自分でやるにはさ、実家とかでやればさ、まだ親父の工具とかあるからあれだけどさ、できないしさ、こっち。今宵もおっさんの憩いの場、あだすあだす。おっさん多いからな、このチャンネル。500人も見てるよ、この時間に。やばいだろ。今日の動画で着てたシュタインのカーディガンのサイズは M ですか？あれはね、1だった気がする。1。S かな？ハーレーのライブワイヤーどうですか？ハーレー初の EV バイク。あ、ね、EV なんか雑誌で見たわ、それ。ジェットエンジンみたいな音で走りますよ。別にね、僕音あんまりでかくない方が好きなんだよね。うるさいじゃん。なんか信号待ちでお年寄りとかいた時に気が引けちゃうんだよね。ドドドドドドドとかになるとさ、もうなんかおばちゃんも揺れそうじゃん。ゴゴゴゴって。なる、別に僕音うるさいの推奨派じゃないんだよな。スポーツスター値上がりしてびっくりした。え、いくらなの？いくらなの？銀行でさ、200万以上くらいの現金を下ろすときに、めちゃくちゃめんどくさいんだよね。モタードバイクすり抜けしやすいですよ。へえ、なんだそれ。ダイナローライダーがおすすめです。おー、なんかみんなおすすめがあるな。スポーツスター中古で150万くらいから。なるほどなるほどなるほど。いてまいましょう。いいのがあったらだけどね。今納車までどんくらいかかるんですかね。中古車だと1ヶ月とか2ヶ月とかするのかな。川崎の TR いいね。第3のとこさん TR いいよね。バイト金貯めてスティード買った思い出。スティードもね、僕ドラッグスター乗ってたかな。2班を1台、400を2台乗ってたかな。リコさん、川島さん、こんばんは。こんばんはです。こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日もゆるっとやってますよ。ヨウの日本生活さん、いつも見てますが全く関係ない質問ですが、高弘さん、モード系の服は着ないですか？別にそんな毛嫌いしてるわけじゃないんですけど、今自分の中であんまりテンションじゃないだけですね。うん、昔は着てたよ。なんか回るじゃん、ぐる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 、そのテンションが。バイク乗り出すとファッションも変わりますか？ああ、変わるかもね。もしかして、その、なんつうの、バイクまたがりやすいとかさ、アウターなんかはもうダウンとかになるし、なんかあるよね。でもそういうのは、メットかぶりやすい襟とか、めちゃめちゃある。それはわかんない、僕も。それもそれで楽しいじゃん。なんか、楽しいなと思うけどね、僕は。ドラッグスター買おうかと悩んでます。ドラッグスター別にそんな高くなかった気がするけどな。スポーツスター50万で買ったけど、今中古見たら100万超えててびっくりした。あ、そうなんだ。そんなに上がってんだ。スポーツスター、1200とパパさんどっちがいいかな？なんかどうせ大型乗るんだったら1200とか乗りたいなーとか思ってるんだけど、なんかもうバイクに乗られちゃってる感じになりそうでちょっとね。だからさ、なんかやっぱね、ワイルドな男がさ、乗った方が似合うよね。バイク納車されたら動画にしてください。なんかね、やりたいよね。僕はちょっと先輩とツーリング行こうって約束はしたから、ちょっともう
しますよ。それ動画にしようか。バイクのツーリングの動画ってどうやって撮んだろうね。車載カメラみたいな。こんばんは。レザーパンツの渡りとか丈は大きめですか？そうだね、結構でかいっすよ。そのたまりとかが結構ね出るようにやったっすね。バイク乗ったら髪伸ばしたくなるんですよね。あのメットで潰れるからね、単発セットしても。それはすごいわかる。だったらもう今の髪型から多分短くなることは長くなると思うね。そのバームとかであればさ、別にどうにでもなるというか、長髪で。今年のヌプシはどうですか？ヌプシ今年はちょっとチェックしてないですね。もう持ってるし、あんまり、ダウンジャケットを今年ちょっと調べたんだけど、あんまいいのねえなと思って。まあ、バルトロでいいよねっていう。あと、エクワックス。トム・クルーズが乗ってた BMW かっこよかった。BMW のバイクとか本当外国のさ白バイ隊員みたいな感じだよね。お初です。今中古ハーレー高騰しまくりですよ。特に旧車も高い。いくらくらいなんだろうっていうのと、納車がどれくらいかっていうのとか、あとなんかそのハーレーいっぱい置いてあるお店とかをちょっと知りたいんですよ。したらもう明日買ってくるからさ俺は1200乗ってますが、1200だとフロントがダブルディスクで止まりやすくていいですよ。あ、いいね、いいね。そういう情報、すごいありがたいですね。パパさんだと違うんだ。ディスクブレーキ、僕ね、なんかね、どっちだっけな、バイク乗って左手だけで運転したりとかしたからね。多分、後輪くらいしかバイクでブレーキ使わなかったんだよな、昔。乗り慣れてくるとさ、エンジン吹かさなくてもさ、あれなんつーの、前ブレーキとか全然使わずになんか僕ギアチェンジしてたんだよな。まんまバイクには良くないと思うけど。自分はアーリーショベルが欲しいんですが、値段調べたら400ユキチくらいでした。アーリーショベルとかもうなんだろうね、壊すよ僕が乗ったら。だってそんな専用の車庫とかないし、そんな定期的に乗れるかっつったら引きこもりやけんね。乗って週に 1,2 回だもん。高弘ダビッドソン待ってますバイクに名前つけよう。やっとこのまずいハイボールともおさらばだ。やっぱ真冬はノースペースに頼ってしまう。軽いしあったかいし最強。そうなんだよね、わかる。俺は女にしか乗らないことにしてる。おいかっこいいんだかかっこ悪いんだかわかんねえぞそれは。ジャケットどこのですか？これはだから、あのまだ発売してないキネマの、あのまだサンプル状態のレザーのジャージだよ。これはジャケットじゃないよ、ジャージなのよ。ほらこんな感じでスタンドカラーで、しかもここタロンだからね、謎の豪華さを誇ってるよ。反射はいいですけど、事故には気をつけて。周りには顔面崩壊とか半身不随か。うんね、バイクは本当怖いっすよね。僕も2半かなんかで本当20メーターくらいすっ飛んだことありましたね。雨の日に急ブレーキかけて。ね、反対車線から車来なかったし、なんかナイロン系のジャケットとパンツ着てたからさ、コンクリートの路面でもツルツルツルって滑ってってさ。でバイクがこうぶつかりそうだったから、もう途中でバイク大きく蹴っ飛ばしてさ、こういう風にボーンっつって。それでなんとかなったけど。怖いよね。今度の和子のバスキアのカーディガン気になってます。それね、今日見たらもう売り切れっすよ。俺も気になってた。6万って書いてあってちょっとやめた。高いんだもん。
バイクの名前は男性名、女性名。いや、もうなんか黒豆とかにしようと思って、黒だったらシルバーだったら鉄尾とか、アイボリー系が乗りたいんだよね。ちょっと大きめのピーナッツタンクで、ハンドルとかちょっとワイドめのやつで、オフ車についてるようなハンドルをちょっとつけて、バイクの名前はさくらとか2連チャンできてる。もうなんか 色で決めるわ、そこは。井戸田さんみたいにソープランドピンクにしましょう。あのバイクもすごいよね。めっちゃ重そう。でもなんか高速とかは多分すごい乗りやすそうだよね、あのバイク。呪われてるって言われてるよね。バカにするとなんか事故に遭うとかなんかあったよね。バイクの名前は夏木ですかね。なんかその前の配信引きずってない？ちょっと見てない人わからんよ。ヘルメットはジェットヘル、フルフェイス。フルフェイスはしないですかね。なんかいいのあれば。バイク乗ってさ、ちょっと地方のなんか洋服屋さんとか行きたいんだよね。その最近なんか群馬の方のセレクトショップのところでよく通販で買ってるんだけど、もともと知り合いの人が働いてるんだけど行ったことないからさ。でも品揃えはすごい好きだからさ、なんかバイクでドドドドドって行きてえなーすっげえ思ってるんだけど、バイク持ってないしレンタルバイクするのもなんだしなっていう。冬ダウン以外どんなアウター着ますか？真冬はでもダウンばっか着ちゃうかな。去年とかダウンとか、ちょっとかしこまったとこ行くときはコートかな。フェルト系のコートでもうインナーダウン着てっていう感じでしたね。街着だったら別にダウンじゃなくてもいいと思うんだけどね。その重ね着するのがめんどくさくてさ、ダウンだったらなんかロンティーとか、めちゃくちゃ寒くてもスウェットとかでいけちゃうからさ。ハーレーの旧車に乗ってほしいな。そう、旧車とかかっこいいなーって思うんだけどさ、なんかそんなに知識もないしさ、なんかね、その壊しちゃいそうだなーって思って。街乗り用の小型欲しいなと思ってます。 PCX とか、あ、僕 PCX 乗ってたよ。125でしょ。楽だよね。でもなんかね、クーター怖くない？安定しないんだよね。3年落ちの1200で200万くらい。あ、そうなんだ。なるほどね。赤だったら赤ね。ベニマルにしようかな。ちょっとあの侍みたいな名前にしようと思ってる。男は黙ってアメリカンですね。別にアメリカンじゃなくてもいいんだけど、アメリカンやっぱかっこいいし乗りやすいというかさ、ママチャリ感ない？結構その、僕ドラッグスター乗ってる時ママチャリって呼んでたよ。なんかもうほんと70過ぎのなんかタクシー運転手に駐車場止めてた、そこに突撃されてぶっ壊されたけど、降りてきたなんかもうヨボヨボのじいさんでさ、ブレーキとエンジン間違えちまったよみたいな、逆に切れられてさ、なんか別にそんなんで俺怒んないからさ、あ、そうなんすねみたいな、頭悪いんすかって僕言っちゃったっす。おまわり呼べよ早くっつって。車を運転してる時にバイクが近づいてくると怖いよね。あー怖いね、ちょっと怖いよね。キャリも怖いけどね。ウーバーの運転手とか怖くない？最近だと。PCX じゃあかんのか。まあだから、だったら僕はチャリとか電車でいいんだよね。まあバイクも別にいるのかって言われたらそんな感じだけど。まあ、ロマンを求めておりますね、今は。
キネマのレザーは何万くらいになりそうですか？これね、ちょっとチラッと見たね。いや、まだ確定じゃないけどね。確定じゃないけど、多分35とか、3、わかんない。高えと38くらいいくんじゃねえか。4はいかないように頑張るけど。しかもそんなに作れないんじゃないか、これは。結構高いよね。謎に。今でも他のブランドのフェイクレザーの価格ってどれくらいなんだろうね。ドメブラとかの。わからんけど。ユニクロとか GU とか敵というか比較対象にしたら終わるけど。旧車の知識は後からついてくると思います。ね。そのなんか飛び込めばさ、好きになってどんどんそういうのってついてくるじゃん。僕で言うとブーツとかさ、今時計超欲しくてさ、ロレックス最近買ったんだけどさ、また欲しいの出てきちゃってさ、しかもそれなんかバカみたいに金額上がってんだよね。5倍じゃ効かねえか。8倍くらい金額上がってさ、オイスターパーペチュアル、ロレックスの。あれシンプルでかっこいいなーとか思ってさ。で、ティファニーブルーのターコイズのやつ。あれいいじゃんと思って。なんか、元ね安いじゃん。安かねえけどさ。他のに比べるとちょっと安いからさ。あれで見たら500万とかやって。ふざけんなよと思って。ぜひ赤値でお願いします。赤は入ってるけどさ。バイクは永瀬智也さんか、清木場俊介さん真似したら大体 OK。永瀬智也さんかっこいいよね。めちゃめちゃかっこいい。赤ならレッドドラゴン。なんかもうそういう西洋系じゃないね、僕は。かっこいいじゃん、レッドドラゴン。なんか。強そうです。ベニーマルとか。もう小さいのに乗るのほんと恐怖。わかる。僕50の原付とか乗るのが一番怖いかな。安定感ないしさ。まあ、30キロまでしか出しちゃいけないっていうのはわかるけどさ。なんか、ほんと死ぬんじゃねえかなって思うよね。乗ってると。もう時効だから言うけどさ、別に高校生の時とかにさ、そのボアップしたバイクとか試しに乗るじゃん。なんかもうすげえスピード出してると震え出した時にさ、これやばいなってやっぱ思うよね。バルトのサイズいくつ着てますか？確か M じゃない、 L だったかな。前に動画出してるから多分、高広川島、ノースフェイスとかバルトローで検索すれば多分動画出てくると思うんで、よかったらそれで見てみてね。何歳ですか？36です。ジジイですよ。自由のフェイクレザーは2990円とかでした。もう無理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 。もうじゃあもう自由買った方がいいよ。自由にした方がいい。間違いない。白と黒ベースでおばきゅう。それはもうなんかちょっとセンスなさすぎんか。101匹ワンちゃんにする。ダルメシアンとかにする。黒デニムにおすすめのスニーカー教えてください。黒デニムにおすすめのいいか。でも、無難に CT70 とかバンズとかでいいんじゃないですかね。ドメブラでも4万前後じゃないですか。やっぱそうだよね。それよりは安くしたいんだよね。頑張って。いよいよバイクですか。ノラスコさん。そうなんですよ。バイク行っちゃおうかなと。税金対策もあります。ぶっちゃけると。ぶっちゃけると税金対策もあります。ただ車は維持費が高いんで、バイクの方が安いんで。フェイクレザー人気すぎて普通のレザーより生地代高いって聞いた。レザーによると思いますね。オーウィンのクロムエクセルとかだったら全然そっちの方が高いし、てかこんなんそのレザーで作ったらもう切れんよ。バリ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 みたいな。じゃあ10年着てれば柔らかくなるよみたいな感じになると思いますけど。僕は作ってんのジャージだからね。ワンマイルウェアだからな。和風なら二郎丸かっこいいと思う。ああ、ゆう二郎にしようかな、じゃ
原付は自転車感覚ですよね、ご近所用。そうだね、本当に近くのコンビニに行くとかだったら全然いいと思うけど、30分原付乗るとかはちょっと嫌だな、普通に。第3のとこさ、明日は嫁とツーリングしましょうかね。もう帰れ、早く寝ろお前は。N ハリのフェイクレザーのハーフコート 49K くらいだった記憶が、やっぱそんくらいするんだね、フェイクレザーでも。やっぱりに、金色で米を。ブレイキングダウンめっちゃおもろくない？話飛ぶけどさ。そう、僕パーソナル行ってるところがさ、あのキックボクシングジムでさ、僕もキックボクシングやるんだけど、もう最近筋トレしかしてないんだけどさ、もうそこのトレーナーさんにさ、出てよってずっと言ってるんですけどね。ボコボコにしてきてくれっつって。コメオさんも4年くらいキックボクシングやってるんでしょ？シュプリームロレックス出るみたいですね。あ、そうなんだ。そういうの絶対買えないもんね。ティファニーロレックスとかはなんか買いたいけどね、いつか。税金対策は重要ですね。そうっすね。税金対策です。完全に。最悪、親父にメンテナンスは頼みます。たまに乗ってくれ、っつって。結婚してますか？してないよ。見てくれ。してよ。どうやったらできるんだ。買うとこは配信してください。それバイク屋さんにもよるからね。なんか僕、許可取るのとか気まずいからさ。こんばんは。所ジョージさん目指しますか？ああいう基地みたいな家住みたいよね。めっちゃわかるそれ。渋谷ハロウィン行きました。行くわけないじゃん。昔僕渋谷でさ、何店舗だ、 1,2,3,4 店舗居酒屋やってたことがあってさ、食材なくなってマジ買い出しとか地獄だったけどね。その時にちょうどドラッグスター乗っててさ、もう路中してて、その時だけど、ハロウィンの仮装の人がすごすぎてさ、バイク出せねえからさ、思いっきり吹かしてバン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 っつって、でなんとか道開けて走った記憶あるわ。バイクの話で言うと、車だったら無理だったね。もう酒もなくなるし飯もなくなるしっつって、もう急いで花正行ったわ、初台の。大学生で量産型と言われないドクターマーチンの履き方を教えてください。いらん。わかんないよそんなの。普通に履いてりゃいいんじゃねえか。量産型と言われない、別に量産型って言われてもいいんじゃない、自分がかっこいいと思ってたら。そのあんまりなんだろうね、でも周りの目を気にするのも必要か。難しいね、そう言われると。なんかフレアパンツとか合わせれば、今履いてる若い子とかあんまいないんじゃない。川島さんのバイカーコーデ見てみたいです。あんま変わんないと思うけどね。普通にスウェットパンツにブーツ履いて乗ってそうだけどね。夏でもショーツは履かなくなるかな、でも。エンジンあっちから。二トントラックとかに幅寄せされたらすぐごめんごめんって言っちゃいそう。いや、もう幅寄せされる前に近く行かないわ、俺。怖くて。友達夫婦にバイクの免許取れと言われているんで、取るか悩んでおります。あれば楽しいんだろうか。あー、まあでもね、幅は広がるよね。やれることの。多分。何狙ってるんですか？まあ、ハーレーのスポーツスター系ですかね。なんかいい、ちょっとカスタムしてある中古とかあればいいなーくらいの感じです。アブラナちゃん、お酒飲みすぎた。もっと飲んじゃいましょう。田淵さん、こんばんは、こんばんは。T-MAX って 500cc のビッグスクーター乗ってましたね。え？ビッグスクーターは乗ったことないんだよな。あんまり乗る気になんなくてさ。
ハーレーのスポーツスター48、48か、トライアンフ、トライアンフかっこいいよね。あの、ブラッド・ピットの映画でトライアンフ乗っててさ、それすっげえかっこいいなと思って。お香炊きます。あ、いいね、お香。そう、来年のね、秋冬か、間に合えば春夏くらいでね、お香と、お香を、なんつうの、お香ケース、お香立て、ちょっと作りたいなと思って今動いてるんですよね。なんか陶器であんじゃん、ネイバーフットとかさ、和光とかが作ってるようなの、あれをちょっとキネマっぽいのでちょっと作りたいなと思ってるんですよね。匂いもちょっとデイドリームとステイナイトの感じとかでいけたらいいなと思って。くしゃみ出そう。出ない。これが一番最悪。ハロウィンの時期お店大変そうですね。ゴミ散らかし放題だし。ああ、大変そうだよね。飲み放題とかで入ってたらもう地獄だったからさ。僕はなんか悪知恵王子だったからさ。その日にスパークリングワイン、なんか、酒屋さんに行って余ってるの全部よこせ、っつって。で、ハロウィンの日にもう勝手にさ、ハロウィンコースみたいなやつだからさ。そのコースのお客さんのところにシャンパングラス全部置いといてさ。よかったらハロウィンなんでスパークリングワインサービスしてるんですけど、一杯目どうですかっつって。じゃあ大体みんな、あ、お願いしますって感じだから、そうなればさ、飲み放題一杯目がビールとかなんかカクテルとかすげえ作るのめんどくせえのが来なくなるからっつって、それでいけっつって全店やらしたけど、大成功したね。悪知恵。まあ、お客さんも嬉しいしね。ウィンウィンやんっつって。オートマ限定で申し込んだけど、マニュアルの方がいいのか。マニュアルの方が絶対でしょ。バイクで、オートマ、まあ楽か。もう完全にビッグスクーターで足でしか使わないっていう感じだったらいいんだけどね。たまに友達のさ、マニュアル借りて遊びてえなとか。絶対出てくると思うよ。でも、オートマ解除すんの、そんなに時間かかんないんじゃないかな。バイクでキャンプ行くのは憧れるけど、子供が成人するまではバイクは我慢。ああ、でもそういう方もいらっしゃいますよね。今、親父はなんかソロキャンプにハマってますね。よくわかんねえけど。俺はホテルに泊まればいいじゃんって。冷酷な一言を言いましたね、この前。ハムさん、こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。乾杯です。いただいております。今から飲みます。乾杯。青青さん、乾杯。アンニュイパパさん、川島さんは子供欲しいですか？まあ、どっちでもいいっすね。できたらできたで別に多分、速攻海外飛ばすっすね。二十歳で会おうって言います。サノバチーズの陶器灰皿みたいなの欲しいっすね。ああ、そうそう、なんか陶器系ちょっと欲しいよね。おうち時間最高じゃん。キムタクと同じ1200アイアン似合いそうですよね。ああ、キムタクそれ乗ってんだ。スポーツスターなんだね。ヤマハの SR とかどうですか？そう、明日行くとこがね、SR とかハーレー置いてあるから、SR もちょっと見ようと思って。SR はね、いいよね。かっこいいよね。400乗るんだったら絶対 SR、次は。で、大型乗るんだったら、ハーレーかトライアンフかな。昨日中面取りました、ももさん。おお、おめでとうございます。そのまま大型行っちゃおう。中型取ったのいつだっけな、僕。18とかかな。いや、16台取れるんだっけ、中型って。まあ、多分最速で取ってたんだよな。おばさんぽメンバーで誰が最初に結婚しそうですか？ RO さん。まあ、ももちゃん一回結婚してるしね。そう考えるともう二回目もももちゃんの方が早いんじゃないのって思うけどね。今年靴を8足くらい買ってるのに、ホワイトのノースベースのブラウン、ラフアウト行ってしまいそうなのをどうにか止めてください。止めるわけがないだろ。行ってしまえ。僕も多分年末行くぞ。自分へのご褒美っつってね。パンツ何履いてるんですか？チャンピオンのリバースウィーブのスウェットですよ。もう完全に部屋着ですもん。
今度はルームツアーみたいです。ルームツアーは引っ越さない限りしないかな。もうビッグスクーターは教習楽しくなさそう。あ、でもさ、マニュアルでもビッグスクーターの教習2時間くらいなかったっけ。僕それめっちゃ楽しかったんだよね。おもちゃだーと思ってなんかスロープみたいなのやったりとかさ、一本橋やるじゃん、ビッグスクーター。これおもちゃだーと思ってやってた。KK さん、昨日宮永一さんがインスタライブで川島さんのことをかっこいいってベタ褒めしてました。ああ、そうなんですね。いや、もうそれ多いですよ、本当もう。本当に、全然かっこよくないですから。昨日インスタライブね、僕もチラ見したんですけどね、ちょっと、全部は見てないんでわかんないです。SR チョッパーにしてたな。ああ、いいですね。チョッパー乗りづらそうでさ。ブーツに合わせバイクもマックスシャフで海外まで行くか、行ってしまうか。マニュアルバイクは靴が限定されそうでいろんな靴履けない。まあ汚れるの嫌な人だったら無理だよね。そのギアチェンする時のその跡とかね、昔持ってたバイクじゃねえや、そのブーツとかだと全部やっぱ跡ついちゃってたけど、でもめちゃめちゃ器用になるとその横の小刃とかで上げ出すんよなんとかなるんだよね。スニーカーも汚したくねえっつって、僕はもうなんかアウトソールで上げたりとかしてたよ。でもさん、川島さん、日付変わって今日誕生日の年男です。ずうずうしくも祝ってください。おめでとうございます。おめでとう。でもさん、いつもありがとうございます。本当にいい一年になるように乾杯。結構配信見てる人で誕生日ですって人多いよね。すごいよねそれって。誕生日に俺の配信なんか見るんじゃないよ本当に。古着屋ベルベルジニって動画にしてほしい。なんか店員さん怖いじゃん、ちょっとひよっちゃう。もうなんかオファーがあったら全然しますけど、ベルベルジニとか行きますし僕は。自分へのご褒美という魔法の言葉。そうなんですよ。もうそれね、一番使える。インディアンのバイクもお似合いだと思います。インディアンはね、ちょっと先輩、今日いろいろ聞いてた先輩がインディアン乗ってて、やっぱその人もなかなか玉数ないから、名古屋まで買いに行ったっつってましたね。いやー、ちょっとごつい系僕似合わないからな。靴、時計、乗り物など川島さんが中古では絶対買わないジャンルってありますか？いや特にないっすね。なんだろうね、あんまないかな。 KK さん、気になってる子に今度共通の友達を3人でご飯誘われたんだけど、気をつけることってありますか？まあ 3,4 年彼女がいない僕に言われてもわかんないっすねここにいる人に聞こう。気をつけることないんじゃない？別にアタックでしょ、アタックした方がいいでしょ。コバで操作できるようになるぜ。なるなるなる、全然なる。そのなんつうの、バイクの癖があるじゃん。どういう時に上げやすいとか。だからはっきり言ってシフトを握らなくてもギア下げられたりとかするようになる。で、上げられたりとか。あんまバイクに良くないけどね。陽明酒で乾杯。おい、ジジイ。健康第一、乾杯。ラッパーのゾーンはご存知ですか？また日本のヒップホップはお好きですか？ゾーンさんは名前は存じ上げております。日本のヒップホップもある程度好きですね。後輩がラッパーとかやってるんでね、その MV とか作ったりとかしてたんで。ブレイキングダウン見たら TOKIO の番組でファイトクラブ思い出す。ああ、確かに似たようなもんだよね。あれをうまく現代にやってるよね。グラミチはあまり履かないですか？グラミチはあのバックルベルトが僕あんま好きじゃないんですよね。なので履かないっすね。今年川島さんの YouTube 見始めてからキネマと紹介してる服買いまくってます。お、ありがとうございます。本当にありがとうございます。今後もいいもの紹介できるように頑張りますよ。
兄貴はヴィンテージデニムは興味なしですか。先日54万のフィフティーズ買ってしまいました。ああ、そういうこと言われると僕あんま興味ないかもしんないね。ヴィンテージのデニムに関してはなんでだろうね。ないかな、買ったことないな、ヴィンテージのデニムは。わかんない、見てかっこよかったら買うかもしんないんだけど、わかんないな。あんまりリーバイスの知識深くないしね、僕。だったらブーツとかの方が惹かれちゃうかな。こんばんみー、たかひろさん。もうこんばんみーがもうおじちゃんなのよ、あなた。たかひろさんがこの前紹介してたユニクロ U のブルドン買いました。おー、いいっすよね。ちょうど今の時期とか使いやすそう。SR キックスターター憧れる、キックスターター憧れるけど慣れるまで大変そう。別にキックスタート、あ、でもつきづらいとかあるのか。でも個体によりますよね、そういうのは。でもキックかっこいいけどね。でもセルで回しちゃった方が楽だよね。楽には勝てねえ。マジで。コータさん、こんばんは、初めて来ました。おー、こんばんは。もう全然もうダラダラとやってる配信なんでね、もうなんか適当よ。ラッパーはハンニャさんに憧れる。ハンニャさんかっこいいっすね。ラッパーで今かっこいいの誰なんですかね、わかんないの全然。誰がおすすめ、最近何の音楽聴いてんのみんな。僕と多分同世代の人多いと思うからさ。僕は最近なぜかブンブンサテライツをめちゃくちゃ聞いてますね。はい。古いよね。今日シュガーケンのバッファローチェックを下ろしました。調子いいです。あ、いいよね。あれかっこいいよね。YK さん、こんばんは。りょうさん、月曜から修学旅行の準備してます。グレーのベルはしっかり部屋着として詰め込みました。いいね。贅沢な部屋着やね。高校生なのに。メミさん、配信初めて来ました。おー、初めまして、おはようございます。おはようございます。おいしそう。週末ね、こんな感じでダラッとやっとるんでね。ヘルメットやグローブもこだわっちゃいますか。あー、ワンちゃんもうそういうのにこだわりたくなっちゃう年齢になってるかもしれないですね。昔はもうあの違法な薄いヘルメットかぶってましたね。ヴィンテージデニムのロマンとブーツのロマン同じだと思ってます。レッドウィングは PT89 です。83じゃね ?PT99 じゃないそれ。ラッパーは R 指定。R 指定。R 指定か。人気なんだ。ロンゲーのね。あんまり全然知らんからさ。キットフレッシュネだっけ?なんかキットの PV かっこいいよねとかでよく聞いてましたけどね。ブンブンばっか聞いてるな、最近。この前買ったリーバイスのリメイクデニムいい感じですか?めちゃくちゃいい感じ。めちゃくちゃいいよ。カスタムサービス神あれ。ブンブン懐かしい。ブンブンサテライツ懐かしいですね。やっぱ懐かしいよね。いい、やっぱね、今になってね、こう、ちょっとハイボールロング缶3本くらい飲んだ後にブンブンを聞きながらタバコを吸うとトリップできるんですよね。マジいいよ。D のスーパーサイズのデニムジャケット買いました。へえ、そんなのあるんだ。ラップグループのキャンディータウンは川島さん好きになってくれそうです。なってくれそうですってどういうこと?クラークスは履きますか?履いたことないんじゃないですか?多分。川島さんの影響でダナーホワイトマウンテレリングのジップがいっぱいついたブーツ買いました。なんじゃそりゃ。でも僕ブーツってジップが横についてるのとかいっぱいついてるのあんま苦手ないよな。キネマの四つボタンヘンリー選択肢は着丈縮んだんですが、縮みやすいのかな。着丈少し長かったからちょうど良くなったから良かったけど、
あ、でもね、着てると伸びると思うよ。僕ね、それ4着持ってて、4着めちゃくちゃ着てるんだけど、確かに、乾燥機僕は入れちゃってるからさ、ちょっと縮んだんだけど、着て、ブイブイブイって伸ばしてたら伸びた。生地が結構詰まってるからね、あの、アイテム。最近聞いてるのは韓国アイドルです。あ、やっぱ韓国アイドル流行ってんだ、まだ。TWICE 好きなんだけどさ、一曲も聞いたことないんだよね。バイク、僕は SR をカフェレーサーっぽくしてるのが好きですね。あー、カフェレーサーもいいっすね。いろんなカスタムがあるからね。お休み行ったのに見てる。もう寝た方がいいぞ。明日も起きれないぞ。ノーバディーノーズかな。この前あれ見たわ。ファーストテイク。よかったね。サスケはいずこへ。サスケはね、画面外のね、このソファーがいつも好きなんだけど、今日いないね。多分、布団で寝てると思う。実は東大出身だったりします。全然ないね。アジア大学1週間で行かなくなった人間です。酒飲みながらお気に入りの音楽聴くのマジで至福ですよね。いやー、いいよね。爆音でさ。とか今 YouTube とかで PV も見れるじゃん。そういうの見ながら酒飲むのってマジいいよね。ちょっと前まで僕は BiSH のライブを見ながらお酒を飲むのがとても好きでした。震えてました。川島さんのシャレオツなマフラーの巻き方を教えてください。僕はマフラーとか全くしないんでマジでわかんないです。好きなのに曲聴かないんかいってきてる。曲は聴いてないね。わかんない一曲も。なんか、YouTube とかインスタの切り抜きというかショート動画とかでよく出てるからそれを見てるくらいですね。DK さんどんなバイク好きなんですか？今までいろんなの乗ったからね。でも今はアメリカン乗りたいなと思ってハーレーを乗ろうと思ってるんですけどね。恐れ多いっすよね。ハーレー界。聞いてるとエボあたりが良さそう。ね、エボとかだったらね、メンテナンスもある程度しやすそうですし。髪長めのエッチリ川島さんも好きですが、単発も見たいです。単発はほぼしないからね。レディオヘッドとかブラ聞きますか？レディオヘッドめっちゃ好きだったよ。ビッシュ誰推しですか？なあ、難しいこと聞くね。ビッシュね。やっぱ、アユニ D じゃないですかね。うん。まあ、アイナ・ジ・エンドも捨てがたいですね。はい。キネマのスリーピングルームウェアセットアップを購入しようか迷ってます。どうやって着たらいいですか？もう普通に着れるよ。別にセットで着なくていいと思うしね。僕、パンツとかやたら履いてるけどね。ライブ爆音、酒最高です。ああ、いいね。今、ライブとか行ってないもんね。VR のライブ映像見ながら酒飲むと飛ぶ。お、VR いいんだ。僕 VR 持ってないんだよね。VR ってやっぱいいんだ。エッチビデオとかもいいんでしょ、VR って。なんか友達が言ってたわ。ハーレー沼っすよ。お金本当になくなります。いや、時計の方が沼じゃない？時計沼えぐいなって僕は思ってますよ。愛車遍歴聞きたい。愛車遍歴もう覚えてないんだよね。乗りすぎて。一番最初に買った中型は多分グラストラッカーのビッグボーイってのは覚えてて。その後に、何乗ったっけな ?TW 乗って、エストレア乗って、ビラーゴとか乗って、で、その後に PCX とか125も乗ってたし、で、またビラーゴ乗って、ドラスタの2班乗って、400乗って、400乗って、FTR 乗って、とか。
そんな感じだったかな。シャドウも乗ったかな。トゥワイスの誰が好きですか。僕はミナ。かっこわら。髪はまたキリストにしましょう。髪の毛はまた伸ばしてますね、今。冬なんで寒いんでね。川島さんのカラオケのお箱は、あんま僕歌うまくないんでね、あれなんですけど、この前友達と行ったのがすごい久しぶりに行ったんですけど、なんか堂本剛の街を歌ったらそれをお箱にした方がいいよって言われましたね。清潔感のあるロン毛男性増えるの希望、青青さん。この方は女性かな、わかんないけど。清潔感のあるロン毛ってなんやねん。 VR はエッチーの見るツールだと思ってVR いいですよ。ファンザへの課金止まらないけど。またエッチー話します。もう食いついとるやつがいる。ロレックスやアンティークオメガ狙ってるのありますか。ロレックスは今エクスプローラー1とかオイスターパーペチュアルとかですかね。オメガはなんだっけ、シーマスターだっけとかですかね。 SR とかどうですか。似合いそうです。 SR はだから悩んでるんよ。ハーレーか SR だね。大型だったらハーレー、400だったら SR。 今着てるジャージもっと見せてほしいです。こんな感じです今度ちゃんとね、なんかあげるよ。年末のご褒美はホワイトですか。全然考えてないけど、やっぱブーツは一足行きたいっすよね、こうなってくると。あとサングラスかメガネ系と時計と行きたいところではございますが、そんなにお金があるのかっていうね。今まで乗ったバイクは全部新車ですか。多分全部中古だね。全部中古です。川島さんはハーレーでチョッパーに似合いそうです。チョッパー運転しづらいの僕あんま好きじゃないんですよね。かっこいいと思うんだけどね。いや、フリスコとかの方が好きでしたね。僕 FTR をフリスコをカスタムして、甲州街道をすり抜け専用車を作ってましたね。あの本当に持ち上げられるくらい軽くしてた。堂本剛の街 CD 持ってた。めちゃ聞きたいです久しぶりに聞いた。年代ですね。そうなんですよ、ジジイなんで。歌ってみてやる、サブちゃんでピアスはどこのですか。これはトムウッドっていうところのフープピアスですね。あのキャッチがないんですごい引っかかりづらくてね、使いやすいんですよ。レザーかと思いました。これフェイクレザーですね。ビッシュは桃子組カンパニー推しです。桃缶ね、可愛いよね。最初はね、でも僕リンリンとかの顔が好きだったんだよね。でもなんかどんどん奇抜になっていってしまって、その後にアイナジエンドの歌声がやっぱり素晴らしいなと思いました。その後にやっぱりアイナジエンド可愛いなとなってしまいましたね。川島さんの好きなセクシー女優は何型ですか。セクシー女優の人の名前とかあんま分かんないんだけど、アスカキララとか分かるよ。自転車に興味はないんですか。自転車に興味は別にないっすね。僕全然興味ないよなんか好きな人好きだよね。もうブーツ病なのよ。ブーツお化けですよ。ブーツは行ってしまいそうだよね、この勢いで言うと。もう多分ひ孫の分まで靴あるよ、それを言うとトライアンフどうでしょうかね。トライアンフ売ってるお店少なくないっすか。エアバンドまだ買えますか。エアバンドって何。次狙ってるサングラスはどこですか。いやー全然決めてないっすね。どっかいいのあればっていうとこなんですけど、全然そのフィーリング
が合えばっていう感じっすね。なんか逆にいいヘアバンドじゃねえや、サングラスあります？昔バドナーさんで出たボリュームタートルネック、とても可愛くて絶対川島さんの好みなのでオマージュ商品記念まで作ってください。僕はタートルネックとかマジ着ないからね絶対作んないと思う。今期なんかダウン買いました？今期は一個も買ってないっすね。ダウンはなんかいいのあります？逆になんかもうダウンはある程度持ってるからさ、何も欲しくないんだよね今。何か聞きたいわ。今なんか狙ってるダウンある？みんな。ダウンね。ダウンも好きだからあれなんですけど、持ってるかな、いっぱい。よ、ブーツに来ブレイキングダウンみたいになってる。アイコスは何吸ってますか？アイコスはこの緑のやつ吸ってますよ。別に吸えれば何でもいいっすよ、僕は。モームスは誰がお好きでした？ちなみに私はヨッシーです。わかんない。全然わかんない。そのジャージはセット売りで販売ですか？別々で同じ日にっていう感じです。まあなんか両方いらないよって人もいると思うからさ。っていうかセットにしては相当高い。いや、持ちすぎていらんやろって、もうその言葉はもう聞き飽きましたよ。はい。聞き飽きてしまいました。もう僕には聞かない、そんな言葉は。パンダさん。はじめまして。高弘さんの動画がきっかけでキャスケットなど帽子にはまりました。高弘さんの頭のサイズは何センチですか？知らん。知らん。けど、CPH さんの帽子のでかいサイズがぴったり入ります。川島さんは着なくなった服とかはメルカリとかで出品するんですか？いや、だいたい友達とか後輩が持ってきますね。めんどくさいもん、メルカリとか出すの。おすすめのダウンが知りたいです。でもノースフェイスのバルトロとか優秀だと思いますけどね、やっぱり。5万円であんなあったかさ。とか、エクワックスのレベル7じゃないですかね。アンニュイパパさん、知り合いの知り合いがアナーキーっていうラッパーなんですけど、知ってますか？もうそれ知り合いじゃないよね。アナーキー、絶対知ってるでしょ？この時間からピザポテト&コーラ行っていい？もうそれ最高だね。ただ僕もなんか、うまみ食うかなと思って頼んだんだけど、もう絶対食わないよ。なんか夕飯微妙な時間に食ったからおにぎりとさ、なんかちょっとエッチな濡れあんパンっていうの頼んだんだけど、全然空気になんないから下の朝ごはん行きだね、これ。モンクレールの前面がレザーライダースのダウンをおすすめ。モンクレールは買わないかな。今狙ってるサングラスはネイティブサンズのツーブリッジのやつです。初めて聞いたっす。あれ、なんかめちゃくちゃ眠いな、今日。筋トレしたから、今日。年内に100キロベンチプレス上がんなそうですよ。そう、来月ね、ちょっと1ヶ月チャレンジ系やろうと思って。なんかいつも、髪切ってくれてるもっちゃんっていう子がさ、なんかセルラムとかいう、よくわかんない、その、なんか肌に電気流して小顔になったり、なんだったり、よくわかんないのをやってんだけどさ、もう週3で行って1ヶ月でどれだけ小顔になるかみたいなのと、あと筋トレと、なんだ、今やっぱその筋力量を上げようと思って飯食いまくってんだけど、頑張って。だけどもう大体1年ちょっと筋トレしてるのかな、パーソナルで。だからなんか最後、その1年間ちょっとずつ動画とか、動画っていうかまあストーリーくらいなんだけど撮ってるからさ、なんだ、
ビフォーアフターみたいなやろうかなと思って。で、最後やっぱ絞った方が筋肉増えたみたいに見えるじゃん。だからなんか1ヶ月ちょっと減量というか、やって、もう顔キューンとして、なんか筋肉パーンみたいになった動画やろうかなと思ってんだけど。だからちょ、来月は酒飲むのやめようかなと思ってんだよね。濡れあんぱん反応しすぎでしょ。ビールにチャーハンでしょ。もうそれ最強じゃん。それ最強じゃん。でも僕チャーハン食いながらビール飲めないな。お腹いっぱいになっちゃう。ワンピースは順調にお読みになってますが、またしても虎島編で僕は読むのやめましたね。長すぎるのと、覚えることが多すぎる。なんか第三勢力なんちゃらみたいなのあるじゃん。もうなんか見てて疲れちゃってさ。エイトンのショートモッツコって最高です。へえ、初めて聞いたな。 N1 ジャケット買いました。 N1 いいよね。めちゃくちゃおすすめ。1ヶ月チャレンジいいですね。共に減量チャレンジしたいです。そう、減量は僕楽なんですよ。別に飯に固執してない人間だからさ、毎日同じの食えるし、なんかなんだ、1日1食でもいいし、なんだろうね、だ多分その減量するって言ったら朝昼晩プロテインは飲んで、なるべく筋肉落とさないようにして、炭水化物はほんと筋トレの前だけ食って、あとはなんだろうね、適当にあんま食わないみたいな生活しようかなと思ってんだけど、なんかやりたいよね、おもろいの。来年サマースタイルアワードに挑戦する。夏が一番似合わない男がここに爆誕するけど。自分文明レベル低い地方住みなんですけど、東京って何でもウーバーで持ってきてくれるんですね。すごい。すごいよね。その風邪薬とかも頼めるからね。痛み止めとかもあったよ、確か。ワンピは単行本で買いましたか？あの、LINE 漫画とか、iBook とかで買ってますね。LINE 漫画いいよね。中毒性あるよ、あれ。異世界転生系の漫画の方がワンピースより もう見やすいじゃん。何も考えなくていいからさ。主人公最強だし、基本。僕もトレーニング頑張ってたのに、コロナで1週間ご飯食べれず4キロ痩せてしまいました。また明日から頑張ります。やっぱトレーニングしてる人は筋肉つけるために飯食わないとってなるよね。すごい思う。その一緒にやってるやつとかはさ、飯食うのが何にも食うじゃないし、その美味しいもの大好きってやつだからさ、めちゃくちゃ食うのよ。朝一でハンバーグ定食とか余裕みたいな。だからそのトレーニングが昼過ぎくらいにあるんだけど、それまでにもう2食食ってるみたいな感じなんだけど、俺なんてもう今日頑張ってさ、なんかパン2かじりしたのと、プロテインを飲んだのと、唐揚げくんを2つ食って、もう無理無理って思いながら筋トレ行ったくらいだからさ、やっぱね大事だよね。ベトジャン買っちゃいました。めっちゃかっこいい。ベトジャンめっちゃいいよね。あれ今回のエイジングモデルかな。川島隆弘の背中にオーガができるまでできないよ、あれは相当よ。ヒーローから、ん？ヒーローじゃない。GU からヒーローのキムタク仕様のダウン出ますよ。絶対買わないね、僕は。コモリとかキャプテンサンシャインとか着ないんですか？着たことないっすね。あんまり買ったことないっすかね。筋トレメニューって懸垂とあと何やってるんですか？日によって違うんですけど、週に2回だいたいパーソナル行って、今日は、胸、肩の日で、ベンチプレスと、ダンベルフライと、ショルダープレスと、あとなんか、バーを持ってこう、上げるやつ、こういう風にやって、やってましたね。で、肩じゃねえや、もう一日あるとしたら背中と胸みたいな。懸垂と、
デッドリフトとベントオーバーローをやって、でベンチだけ胸やるみたいな。きついよね、ほんとに。ほんときつい。懸垂とか背中の種目がめっちゃ好きでさ、背中はなんか得意らしい。自分も今日3食焼肉でさ、あーそういう風に食える人っていいよね。ヒステリックモーモーさん、鹿島さん初めてコメントします、ありがとうございます。でもヒステリックモーモーさんって僕なんか見たことある気がするんだけどな。コロコロ黒糖かりんとうさん、クパーが頭から跳ねられなくて連呼してたら社員がクパーって言いまくってます。もうその会社終わっとるよ絶対に終わってる。バイク乗ったら服の趣味も変わりそう。変わるかな、あんま変わんないと思うけどね。乗りやすい服とかはあると思うけどね。冬までちょい早いですが、おすすめのダウンコーデお願いします。これね、多分いつかやると思う。ダウンジャケット1週間コーデとか。ちょうどね、今日秋の1週間コーデリベンジバージョン撮り終わったんで、まあ1週間2週間先くらいで多分出ると思うんだけど、その後にやろうかな。筋トレすると服のサイズ変わりますよね。僕はあんま変わんないっすよね。元が細いんで。川島さんってアニメ見るんですか？めっちゃ見るよ。最近見たのはね、最近でもないか、パリピ孔明と、あとなんだっけ、着せ替え人形は恋をするみたいな。キュンキュンしたね。こんな36歳の人がキュンキュンって言ってみ。世の中ではマジでドン引かれねえよ。でも俺は言う、キュンキュンしたよ。であとあれ見たよ、 SAO の映画。なんかあれここで終わんのみたいな感じだったけど、なんか名作名作って言われてたからあれだったけど、でも全然面白かったけどね。なんかあここで終わんだみたいな感じだった。デッドリフト腰大丈夫ですか？ああ今んとこ大丈夫っすね。筋に力入れてなんとか耐えて耐えてやってますね。下半身のトレーニングがほんと辛い。下半身きついよね。でも僕肩の方が嫌いなんだよね。サイドレイズとかほんと嫌い。質問です。おすすめのダウンジャケット教えてください。もうそれ何億回も言ってるからちょっともう過去動画見てこい。ただまあバルトロとかエクワックスとかが僕は好き。鹿島さんの昔の動画を最近見かしてると筋肉すごくつきましたよね。変化が見えるのすごい。いやそんなについてないんですけどね。でもこの前なんか4年ぶりくらいに会った後輩がいたんですけど、腕太って言われましたね。背中どうしたんですかって言われて嬉しかったね。ちょっとキセカイ人形刺さるよね、マリンちゃん。キセカイ人形面白いよね。わかる、それは。39ですが、サイレントってドラマにハマってます。何系それ。ドラマはほぼ見ないんだよな。下ネタ大喜利大会は何時からでしょうか。今日はやんないよ、ポンちゃんだから。絶対に。バンされたくないもん。ヘアバンド再入荷しないんですか？ヘアバンドね、このジャージと一緒に行こうかなと思ってます。作ったよ。今年も。色のっぺりバージョンなんで、ちょっとサイズというか長さを調整したブラウンとネイビーと、なんだこれ。なんでブラウンがいっぱいあるの？あ、これちょっと発売しないことになった。去年と同じ木、ブラウンなんだけど。あったあった。あとブラック。なんで今年は黒、ネイビー、ブラックの3色ですね。めちゃふかふかで。ただね、前回の配信で言ったんだけど、同じ価格で作ろうとしたら、その、ボリューミーさがなくなっちゃうというか、工程を1個減らさないといけないって言われて、いや、無理でしょ、つって。その、比較したんですよ。まあ、あるかな、今。これだ。こ
これがそうなんだけど、これよく見て、まあ、多分分かんない人には分かんないけど、これと今年その厚みとかふっくらさが全然違くて、まあこのキックバックのしなやかさとかそういうの全然違うからさ、じゃあ500円だけ値上がりしちゃう。マジで申し訳ないんですけど、これ元々がさ、マジで原価破壊商品で出してたからさ、価格変えないでやると結構やばいのよ。ぶっちゃけて言いますと。なんで、まあ、妥協する商品売るくらいだったら、やんない方がいいやっていう判断だったからさ、ね、そんな感じでちょっとレザーのこのジャージと一緒に行こうかなと思ってます。変な商品売りたくないじゃん、なんか言われるのも嫌じゃん、なんか柏が出した商品ってなんか良くなかったよみたいな感じで言われるのも嫌だしさ、なんかそういう YouTuber さんとかもいるじゃん、なんかどこどこのインフルエンサーブランド買ってみたみたいな、ね、よくなかったっすって言われたらもう多分僕殴りに行くもん。ハーレーで引くわ。ボーンっつって。コラボした YouTuber 誰ですか？いない、いないっすね。僕別にコラボ欲全くないんですよね。まあ、強いて言うんだったらサイバージャパンダンサーズくらいですね。土下座でも何でもします。3点倒立でお願いしますね。もうあの LINE 教えてくださいっていう。原資が上がってるからね。原資も上がってるし、あと円安の効果がでかいんだと思うよ。やっぱ生地日本で作ってますって言っても、その大元のじゃあなんか材料とかなんやらかっていうのがその海外から輸入してるものも多いし、そういうのあるよ。川島さんは穏やかそうに見えますが、ブチ切れることありますか？ありますよ。全然ある。でも相当なブチ切れはもう何年もしてないですけど、最後にブチ切れたのいつだろうね。覚えてない。マネージャーに切れたくらいかな。前にいたマネージャー引き殺そうかと思った。どこのプロテイン飲んでますか？バルクスのねヨーグルトが今一番優秀。あれが一番飲みやすい。明日のご予定はバイクを見に行きます。ワンチャン買います。あれ次でのレザージャージですか？先日のチェックシャツ買ったので予算がない。ちょ、来月の第2週くらいにやろうかなと思ってます。で第4週であいつっすかね、多分ね、 VTuber とコラボしてみました。あ、そうだから、こういう配信だったらコラボめっちゃしたい。それで言うんだったら、もうあの元風俗嬢の VTuber とかもうあのめちゃくちゃ面白そうじゃん。三つ星七海さんだっけ。もうな、永遠に配信するわこれ。サイバージャパンはずるいんよ。それは下心ないよ。声を大にして言うよ。下心だよ。そりゃそうよ。そんなに厚みが違くて逆にさ、500円の値上がり大丈夫なんですか？もっと高くなってもおかしくなさそう。そう、もともと多分ね、500円近い値上がりしちゃうから、その金額だけ上げればいいやっていう。その、別にその、キネまで食ってるわけじゃないからさ、その、ブランドというかそのパジャマ屋さんがやってる理由っていうのが趣味だしね。その別に店舗も構えてないしさ。従業員を雇ってるわけじゃないじゃん、そこで。だから別にいいよ、それは。その、言うなれば、こういうジャージとかさ、僕が欲しいアイテムとかをさ、僕がフィッターでオートクチュールで洋服作れて、しかもみんなにもね、いいものを、なんかいいと思ってくれてる人に買ってもらえて、みたいな感じになれば別に一番いいじゃん。宮永さんとか波和さんとコラボしてるし、宮永さんは一回コラボしましたよ。あのシャンズでコラボしませんかって一回来たんよね。
実はぬるく逃げました。ちょっとレベル高いっす、4対1かっつって。コラボすると結構人見知り発動してません？いや別に人見知りはないんですけどね、そのテンションの問題じゃないですか。そのだからおばさんぽとかのさ、めちゃくちゃ仲いい人との動画を見てたりとかさ、こういう風に別に一人でダラダラ喋ってる配信を見慣れてるからっていうのはあると思うんだよね。別に自分的には普通だけどね、初対面とかさ、なんだよね、あんまり飲み行ったことない人と喋っててもさ、ある程度尊敬の念を持って喋らん？わからんけど。視聴者をこうでしてみたとかどうでしょう？他の人とやってますが。なんか、大変そう。難しい。秋の抜け毛がひどくて、高弘さんどうですか？いや、わからん。もう髪の毛の量が多すぎて困ってる人間なんで。三ツ星七海さんコラボ待ってます。いやいや、もうね、あんな大物 YouTuber、VTuber の方とコラボなんて絶対できないから。でも僕は切り抜きチャンネル見るのめっちゃ好きよ。バイク衝動買い動画みたいな。まあ衝動買いだよね。時計とかも衝動買いだからね。後ろのチェックシャツもすごく魅力的ですね。先日の配信はアーカイブで拝見しました。あ、そう、今日インスタのストーリーとかも載っけたんだけどさ、今日昼間着ててさ、めちゃいい。パンツもいいけどね。欲しいと思ったらその場で買えるタイプです。他の店にもっと気になるのあるかもって見たくならないです。物によるんじゃないかな。物によるかな。結構その買い物行くときにある程度目的持っていく人間だからかな。古着屋さんとかだったらもうその場で買っちゃうけどね。だってもう一点物じゃん、ほぼ。かな。店舗出してほしいです。あ、それね、なんか夢見たんだよね、この前。なんだっけな。高めかなんかに自分のキネマとかなんかの店作って、超ちっちゃい。なんかだらだらやるのも楽しいよね、みたいな夢を見たんだよ。寝ながらね。寝て見てる夢ね、それ。目標とかの夢じゃなくて。まあなんか楽しそうだなと思ったんだけど、でもめんどくせえなってなったっすね。無理です、僕には。従業員とか雇いたくないもん。ゴールドのスカジャン買いました。人生初のスカジャンです。おめでとうございます。売ってた？まだ。なんかすごい人気らしいじゃん、あれ。元からね、僕が紹介したからとかじゃなくて。アッキーさん、こんばんは。こんばんはです。遅いね、もう1時よ。おばさんぽに会うにはどうすればいいでしょうか。おばさんぽの2人に会いたいんだったら、もう、インスタで DM 送って、好きですっつって、デートしてくださいって言えば、変な人じゃなければ、DM 返ってくると思うよ。あと、ちゃんと顔写真とか載っけてね。バイク買ってからのツーリング動画だったり、キネマなりのバイクグッズとか欲しいです。それプラス、メルカリの転売や撲滅企画希望です。まず第一に、キネマでバイクグッズはない。なぜならパジャマブランドだったから。それをやるんだったらもう一個ブランドというか、枠を変えるかな。メルカリ転売や撲滅企画やりたいよね。たださ、買っても あっちの住所がわかんないじゃん。だしさ、その、あ、まあ、でもあれか、転売、その価格倍とかで出してるやつもいるから、そういうのだったらあれかもね。その、定価よりも下の価格で出しててさ、なんだ、昔の商品とかだったら本当に着なくなってさ、出品されてる方もいるから、難しいは難しいけど、ね。その、お客様にこう、お届けになったタイミングとかでこう、出品で価格ちょっと上げて出してるやつとかいたら全部買い占めるのもありかも。
でもね、今回のオンブレシャツみたいなのでいるかなと思ったの。さすがに11分で完売、何百っていう数だったんだけど、で一応チェックしたのよ、ケイ君と。したら2点以上買ってる人が一番多い人で2点で、しかも ML サイズとか、そのサイズ違いで買ってる人がいてさ、しかも女性とかで、ってなると彼氏と着るのかなみたいな感じになっちゃってさ、もうわかんないんだよね。で、しかもそのね、アカウント変えて買ってるんじゃないかっていう疑いもあるんだけど、もうそうなるとこっちとしてはわかんないんだよ。だってメールアドレスも変えててさ、支払いとかも変えてたら違う人だなっていう認識になっちゃうが、俺はどう判断していいのかっていうね。ってなるとメルカリとか買ってなんかね、やるしかないよね。ヘアセットは今の髪だと何使ってますか？相変わらずバームですね。この前インスタで載っけたんだけど、なんかもっちゃんのおすすめのトリートメントヘアセット剤みたいなやつ今日は使ってみました。割と固まってます。パーマかけ直したんだよね。ちょっとツイスト強めに入れとくれんっつって、なんか襟足がさ伸びてたから、なんかマリモみたいなやつ気持ち悪いからここも買ってくれっつって、今だ、これパーマかけてなかったらマッシュみたいになってるのかな、多分。マッシュ大嫌いだからさ僕、パーマかけました。岡田斗司夫さんとのコラボ見てみたいです。アニメとかジブリについて語ってほしい。僕そんなに深く語れないよ。語れるアニメってなんだろうね。ナルト。レベル E。 いやでも勝てない、勝てない、語れないよ。無理無理無理。狙いを定めていくのか。服だとそんな感覚持ってなかったな、ありがとう。あーでもある程度ですよ。古着屋さん、じゃあ高円寺行こう、下北行こうって言った時に、今日何買おうかなって言った時に、あ今日スウェット買おうとか、シャツいいのあったら買おうかなとか、そういう感覚で、でも全然違うの買うよ。全然違うの買う。でもじゃあ、例えば、ワコマリアでちょっとヒョウ柄のカーディガン買いたいなって思ってお店行くしね。なんかそういうブランド系はやっぱ狙っていくかな。今やっぱインターネットが便利だからさ、何今あるかっていうのは全部わかるじゃん。一番よく見るファッション系 YouTuber は誰ですか？ファッション系の YouTuber の方は誰も見ないですね。僕はもう VTuber 限界オタクですね。はい、もう限界オタクでもないけど、ファッション系はマジで見ないね。逆に誰見んのっていう。自分でファッションやってるからね、見ろよって話なんですけど。ちょっと前まで、その半年とか1年くらい前まではさ、やっぱ動画のネタとかないかなみたいな感じでよく見てるっていうかチェックはしてたけど、今もうチェックもしないし、ネタなんて、なんかある程度その好きなもん、なんかもうストレスを感じないようにしようと思って。そういう困りたくないのよ。でも好きなもん買って好きなもん紹介しよう、別にそれで見てくれなかったらしょうがないやみたいな感じになっちゃってるから、良くないよね。マジで良くないよね。マジで見ないわファッション系は。人が高い買い物した話っていいよね。友達とか聞いても気良くてテンション上がる。おー、素晴らしい人格者の方ですね。それをね、妬む人とかもいるんですよ。やっぱりいいことだと思います。明日はバイク屋の動画を撮る予定ありますか？いや、ないけどな。もうなんかノリで、なんかその、友達3人で行くんだけど、まあ、おじい散歩みたいな感じで撮ってもいいけど、わからん。相当くだらないけどね。僕たち3人とか。ZRX400 乗りです。川島さん、良いバイクライフ。お、いいね。ちょっとみんなでツーリング企画だったらオフ会やりたい。ツーリング企画とか。事故るから やめた方がいいか。危ねえか。川島さんがハーレー買ったら自分も触発されてしまいそう。いや、どうなんですかね。あんま似合わないよ、僕。イカチーバイク。
なんだろうね、ママチャリ乗ってるくらいが一番似合うと思うよ。レベル E 懐かしい。レベル E は面白かったね。僕あの時代の漫画好きよ。 DNA2 とか川島さんのナルトで好きなキャラトップ3気になります。僕はジライヤ、ミナとイタチが好きです。あー若いね、若い若い若い。やっぱね、ナルト、サスケ、サクラ、やっぱこの3人になるんですよ。やっぱりね、うん。川島さんサスケと顔がそっくりですよね。車輪が見えちゃってるかな、やっぱり見えちゃってるか。ちぶはるさん、にるさん気持ちいいですよ。あ、全然見ますよ、見ます見ます。誰だろうな配信者で見る人。河川さんとか僕めちゃくちゃ好きだけど、バチクソ面白い。河川さんと、あと誰だろうな。ちょっと待って、多分ね YouTube 開いてね、おすすめのフィードに出てくるからね。釈迦さん、まあダルマイズゴッドさん、あと V スポ系とかじゃないですかね。あとまあ有坂さんとか大好きだし、あと7点とかじゃないですか。でも最近 Apex がちょっとね盛り上がってないからあんまり出てこないけど、でも大体その人たちの配信とかの切り抜きとかなんかそういうの見ちゃうね。キネマのフレアのジーンズパンツいつ頃できそうですか。いやまあわかんないな、来年の春夏アイテムだからね。そう、ちょっと細身のフレアパンツだから好き嫌いめちゃくちゃ分かれると思うよ。今の時代の流れではない、全く。多分10年前くらいの流れで、フレアのジーンズでしかもダメージ入れてっていう感じだから、絶対今のトレンドの洋服しか持ってない子とかだと絶対ハマんないね多分絶対ハマんない。川島さんはファッション系の中でも少し異質かもしれませんね。流行にとらわれないというか、いやーどうなんですかね、わかんないですけど、まあ、異物ですよね、異物、ゴミです。どうもファッション系 YouTuber のゴミです明日のバイク見に行く動画上げてほしいです。あんまワンチャン撮るよ、じゃあ。ワンチャンね。ワンチャンです。シンプルに飲みオフ会しませんか？接待参加するってもう書いてある時点で絶対来ねえからやんねえよ。ファッション系 YouTuber いろいろ見た結果、川島さんとこ落ち着きました。いや、逆に誰を見てるか教えてほしいけどな。なんかファッション系 YouTuber の方いっぱいいるじゃん。すごいためになることを発信してると思うし、多分僕よりこだわってんじゃないかな、その再生数取るためとか、そういう戦略面も込みでいろいろさやってる人もいると思うし、なんか尊敬するよね本当に。僕はさ、完全に趣味でやっちゃってるからさ、こういう配信とかも本ちゃんでやっちゃったりとかさ、おば散歩みたいな企画をさ、くだらないことやってさ、なんかあれだけどね、そのまあなんだろうね、自分が楽しくなかったらやんないじゃん。やっぱ人間味をさ持った方が僕はいいかなと思って、こういう配信とかもやってんだけどさ、まあ、着地自分が楽しいからやってるからだけだよけどね。川島さん万華鏡車輪が持ちだったんですか。僕はもうあれっすよ、白眼っすね。のパンツの中身とか見てますいつも。常田大輝さんかと思った。これ何回か来てるけど別に似てないぞ。髪型とかさ、メガネとかヒゲじゃねえか。これさ、髪伸びると言われるのが、その、なんだっけな、小田切城やら、なんだっけな、
ジョニー・デップやら金子信明やらって言われるんすよ。意識してるんすかみたいな感じで言われるんだけど、してないよっつって。かっこいいよ、もちろんめっちゃ好きだよ。その小田切城とかさ、ジョニー・デップとかめちゃくちゃ好きだけど、意識してるんですかって。こんなに器用じゃないよっつって。それジョニー・デップと同じ指輪買いてえなっつって買ったこともあるし、今もしてるけどさ、そんな全部を真似しようとかしないぞ。アッキーさん、マックスプラチナな下手くそですけど、川島さんとエイペックスできるなら最年少です。僕もマックスプラチナ3とか2ですよ。今全くなんか熱が出ないんですよね。今その一緒にエペやってたやつがさ、今マインクラフトやってるらしくてさ、マイクラやりそうですよ僕は。ちょうど昨日竜が如くゼロが終わって、素晴らしいストーリーを見て、もうこの椅子でもうこんな状態よ。マジマッツ。こんな感じでしたね。かっこいいから川島さんモテモテですよね。だったら彼女いるって。本当に。もうバンするぞ。どうやったら彼女できるのかな？マジで悩みだよ。アメカジ好きなんでネイジャパン見てます。あー、ネイティブジャパニーズなんですよね。全然僕も拝見したことあります。かっこいいですよね、すごい。あんなかっこいい大人にはなれねえよ、俺には。おばさんぽのオフ会ありますか？おばさんぽでオフ会だったらなんかおもろそうだけど。ただ、俺、まったく喋んない。二人がなんかこう、なんか、男に群がられてるのを見て、ケラケラ笑いたいだけだ。だったらやる。ヘンディネックカットソー届きました。女子受け良かったです。おー、良かったっす。おめでとうございます。女子受けとかね、全く考えてない洋服なんですけどね。ファッション系 YouTuber 川島さんしか見てないし、他に見てきた人もいない。どうやってたどり着いて思い出せない。多分迷い込んだんでしょうね。多分 YouTube の罠ですね。ここに来てしまったのは。ご愁傷様です。メガネどこですか？マイキータとマルジェラのやつですね。川島さんからアメカジワークファッションを学んでいます。他の YouTuber さんって切れ目コーデが本当に多いです。別に僕、アメカジとかワークにすごい知識が深いかってさ、別にそうでもないですからね。さっき言ったネイティブジャパニーズさんとかの方が全然知識とかすごいと思うんで、あれなんですけどね。綺麗めコーデが本当に多いっす。そうなんだ。綺麗め、まあでも、モテるコーディネートとかそういうやっぱ、とこでやってんじゃないかな。もう僕がやってるのは本当4年間彼女ができなくなるようなコーディネートを提案してるだけなんで。アニチューブ、ネイジャパンも見ますよ。アニチューブさんもすごい。でもね、キングヌーの井口さんみたいでかっこいいっす。井口さんめっちゃいいじゃん。あの人もゲームやるしね。歌めちゃくちゃうまいよね。だから僕がよく行く高円寺のさ、なんだっけ、あれあれ、キューバっていう古着屋さんがあるんだけど、そこになんか井口さんとかも来るらしいよ。なんか店員さんが言ってた気がする。ここに来てビール飲んでいいですか？ビールあんの忘れてたんだよね。ビール飲んだらマジ酔っ払うな。お茶にしようか。なんでビールウーバーで頼んだんだろう。どっちがいいかな、これ。もう1時でしょ。そうそう、寝る準備で多いお茶にするっていう選択肢があるんだよね。うん、渋い。ビールいっちゃおう。ビールいっちゃいましょう。ビールでしかないってきてるし。もう氷ビールで、いや、めんどくさいし。ね、薄いビール好きだからね、この、スタイルフリーとかさ、あとグリーンラベルとか、何気に好きなんだよね。と、コロナとかさ。
飲みやすくない？川島さんは目はいいですか？僕両目 2.0 ありますね。でしかも夜目だから夜の方が見えるっすね。アウワーズのモーガンさんと川島さんが僕のトップ2です。アウワーズは知ってるんですけど、モーガンさんっていうのがどの人かわかんないんだよな。ワイパーさんのチャンネルも好きです。ワイパーさんいいよね。ワイパーさん僕も見る。あのワイパーラジオ好きよ。今日のラジオで僕のことちょっと喋っててくれたのとかも見てますよ。なんかなんだっけ、 N1 がその週刊ベスト10みたいなやってるんだけど、その売れた商品ので、 N1 が入っててさ、川島さんパワーですねとか言うけど、絶対俺のせいじゃないからね。去年も完売になってるし、多分そういう時期じゃん今って。アウター買おうかなみたいな時期で絶対そうなってるだけだから、なんかあの人たち僕に影響力絶大な、なんか影響力ありますよねとか言うけど、マジでないから。よう考えてみ。こんな土曜の深夜にハイボール論館2本とビールの論館1本飲んでダラダラ喋ってるやつに影響力なんかあるわけねえんだから。うん。最高。こんな感じよね。酔っ払ってください。なんかね、最近酒に対する免疫強すぎてさ、あんま酔わんのよね。今までアマゾンとかネットで買ったもので一番高かったもの何ですか？でもまあパソコンじゃない？そのアップルの iMac Pro とか50何万とかそういうのじゃないですかね。iMac Pro が一番高かったから120万くらいしたね。素で買って一番高かったのはやっぱデイトナじゃない？でもっと上行くんだったら焼肉屋じゃねえかな。工事費込みで4000万くらいしたぞ。ワイパーさんのベンタイルスモック買おうかな、YouTube です。あれはめっちゃいいぞ。ガチャガチャしてるのが苦手とかだったらあれかもしれないけど、すごいかっこいい。おすすめのサングラスのレンズカラーありますか？僕は青系が好きですけどね。なんだ、ちょっとどんよりした曇りでも、青入れてるとちょっと青空っぽく感じて、テンションが上がるっていうだけなんですけど、オレンジとか入れると、やっぱ夕日とかさ、なんか一日が終わっちゃう感じがして、ちょっとテンション下がるじゃん。暗いと。でも青ってなんかちょっと明るくなるようなイメージがあるから、僕は好きなんだよね。そう。なんか青かな。9% のお酒を飲んで酔っ払ってください。あ、昨日ストロングゼロ飲んでたけどね。そう、また若くないか、こういうチビチビ飲んでるから別に酔わんのよ。 9% とか飲んでても、そりゃさ、今日のじゃあハロウィンの渋谷みたいな感じでさ、ウェイヨーっつってさ、なんかもうテキーラとか飲んだら酔っ払うよそりゃ。家で一人で飲んでて酔っ払うことはないでしょ。その泥酔というかさ、じゃあ顔赤くなって眠くなってくるっていうのを酔っ払ってるっていうんだったら、まあ酔っ払ってるかもしんないけど、そのなんだろうね、理性がなくなるような感じには全くなんないかな。まあそんな年じゃないしね。ほんとそんな飲み方するのって1年に1回あるかどうかよ。ブレイジーさん、ゲームするようになって数年ガクンと視力落ちたよ。こんな不憫なのかと実感。レーシック受けましょう。良生さん、グリーンラベルとかトップバリューの緑の発泡酒も好きです。あ、そうそう、発泡酒とか第三のビールとか僕結構好きなんだよね。なんか薄いじゃん、その味としてみたいな。そのよく言うのがさ、ビールまずいってっていう、そのちょうどさ20代前半くらいの人と喋る機会があってさ、ビールがうまくなるどういう感じなんですかって言われて、で僕先輩に言われてすごいこう腑に落ちた言葉があって、僕もその言葉よく言うんだけど、じゃあ夏に飲む麦茶ってうまくないって言われて、
いう話をして、うまいじゃん。夏にすごい喉乾いてる時に飲む麦茶って最高にうまいじゃん、緑茶とか。それと一緒だよって話を僕もして、じゃあ麦茶ってどんな味って言ったら苦いし、みたいな。なんかちょっとなんか臭いし、みたいな感じだけど、でも美味しいじゃん、みたいな。ビールも一緒だよって俺もその感じでさ、その苦いし、なんかちょっと別に単体で言ったらうまいのみたいな。ハイボールもそうだけど感じするけど美味しいじゃん。だからお茶とかと一緒だよみたいな。そのだからなんか飲んでたらうまくなるぞみたいな感じで伝えて、そう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 、だからなんかグリーンラベルとか発泡酒系の薄いのもそのお茶の渋みが薄いものを飲んでるみたいな感じでは割と好きなんだよね。着丈長めのアウターでアメカジな感じだと何かおすすめありますか？着丈長め。カーハートのあのデッキジャケットとかはいいんじゃない？とか、リーとか、ビッグマックとかの、なんだ、デニムの、なんつうの、ランチコートじゃなくて、なんかあるじゃん。そういうの。おば散歩で県が行く予定ありますか？名古屋とか来てもらうと湧くと思います。おば散歩取る予定ないからな。別におば散歩取るって別にその突発だからさ、そのめちゃくちゃ動画に困ってたら俺ももちゃんとかに連絡するんだけど、ちょおば散歩取ろうよって。別に今全然困ってないんだよな。ももちゃんとかにDM してみて、おば散歩見たいっす。高円寺の買い物帰りに西荻のテキーラバーで一杯。テキーラバーとか治安悪すぎでしょ。夕方感好きだけどな。ああ、そう、サングラスの話だよね。そうだからその自分が見てる景色だったりなんだったりとかでそのサングラスの色は決めた方がいいと思う。そのももちろんね、人からの見た目でそのチャラいやらないやらあるじゃん、色によってあるけど、自分が好きかどうかじゃないとやっぱ描けなくなっちゃうからさ、夕方感が好きだったらそういう風なオレンジとかちょっとそのアースカラー系入れるとか全然いいと思うよ。僕そもそも曇り空朝一見るだけでテンション下がる人間だからさ、青とかが好きなだけで、そう、そういうので決めればって僕は思う。よくさ、なんか全部一緒にしようみたいな、その憧れてる人と全部一緒にしようみたいな人もいると思うんだけど、全然それもいいと思うんだよ、そのなんかを知る上で。でもその最終的に着地するのって自分が好きかどうかになってくると思うから、そこはね、自分の好きなもの買いなってみんな言うのはそういうとこだと思うな。男は黙って黒ラベル。黒ラベルも美味しいけどね。美味しいけど、こう、ちびちび飲むんだったら僕は発泡酒で全然いいな。焼肉とか食うんだったらね、スーパードライとか黒ラベルとかめちゃくちゃうまいけど。べっ甲柄のフレームにもブルー似合いますか？めちゃくちゃ合うと思う。ミオと黒ビールが好きです。あー、俺飲めないツートップや、それ。ミオとか無理。日本酒何がうまいのかわからん。お茶まだから。36歳のおじさんお子ちゃまだから飲めない。黒ビールもなんかもうウイスキー飲んでるみたいになっちゃう。バドワイザーとかハイネケン好きですね。ああ、ハイネケン僕も好きでした。オーストラリアいるときにハイネケンとコロナとなんだっけ 4X だっけ、なんかあっちのビールばっか買ってましたね。あっちさ、値段の概念バグってるからさ、酒屋とかで買うとケースで買うとめっちゃ安いの、24本入りとかで買うと。だからなんかローテしてましたね。1本で買うと超高いんだよ。タバコも1箱1100円とかだし、あんなんグレるよな、人が。そのくせマックのアイスクリーム30円とかだったからね。
ビール最初くっさって思って飲んでましたけど、半年我慢して飲んでたらビールしか飲めない体になりました。あるよね。僕も全然20歳くらいかな。わからんけど。ちょっとなんか、ね、もう時効か。別に10代でお酒をね、口にすることもあると思うんですよ、皆さんも。でなんか毎年伊豆の方に遊び行ってて、二十歳くらいの時にビールしか飲み物がクーラーボックス入ってなくて、先輩にもらって飲んだら、喉カラカラで飲む海のビールがマジでうまくて、そっからかな、美味しくなったのは。それまで本当に、何飲んでたかな、本当カクテルとか、カシスオレンジとか、飲んでたよ。一人で外に飲み行ったりしますか？全くしないね。だって家で飲めばいいもん。だから、なんか、緊急招集される時あるじゃん。なんか、ここで飲んでるから来てよ、軽くっつった時に、おすすめなのがこのジャージですね。ここで営業するわ。上下でセットアップでレザーで、めちゃくちゃ便利。僕はそれを想定して作ってるから。行くのクソだりーけど、ちょっと行きたい、いっぱいあいつらと飲みたいなっていう時に、この上下のレザーのジャージを着ていくとすごく便利。常温でも美味しいビールが美味しいビールだと思います。あー、まだ俺分かんないな。常温でも美味しいビールっていうのがよく分からん。他の飲み物もそうだ。このハイボールとかお酒関係もそうだし、別に麦茶を常温で飲んでも別にうまくないじゃん。水もそうだけど、なんかすごく味にこだわりがある人だったらやっぱそうなるのかもしれないね。俺は分からん。夏は寒色、冬は暖色って感じで色変えてるから。サングラスだよね。そうそう、そういうのでいいと思う。テンションだよね、洋服って。だから今もこういう風なワークスタイル、古着スタイルとかアメカジとかがテンションなだけで、ちょっとテンション変わったらモードとか着るかもしれないしね。モヘアのふわふわ感って復活できますか？でもモヘアってあれ毛羽立たしてるだけだから、なんかブラシとかでやれば治るんじゃないかな。そういうお直し屋さんでできそうな気するけどね。アッキーさん、とても参考になりました。自己満で気分上がるレンズから選びます。あ、それが一番いいと思う。何個も持ってるんだったらそこで変えるとか、フレームの色とかで合わせるとかありだと思うよ。黒ビールオタク僕、ショックのあまり川島さんアンチになりそう。もうね、黒ビールだけは飲めないんだよね。飲めないことないよ。別にそれしかないって言ったら別に飲むけど、なんかね、その香りがやっぱウイスキー感あるじゃん。それでなんかね、だったらハイボールの方が飲みやすいなってなっちゃう。大学生の時、酒は誰だと教えられました。まあよく言うよね。ゲロ吐いた分強くなるって。別にそれがさ、アルハラって呼ばれる時代だから別に推奨はしないけど、僕は度重なるアルハラの上でこうなった感じはあります地獄でした。初めて飲んだお酒はアンズ酒のコーラ割りでした。うまいのそれ、わかんないけど。ニット帽届くの楽しみにしてます。発送はいつ頃になりそうですか？あの受注開始から2ヶ月くらいだと思います。早くね。僕もめっちゃ気に入って被ってるよ。っていうか、多分納品分で僕の分も来るから、僕も待ってるくらい。でね、春夏でね、パイル地でね、同じの作ろうと思って。春夏用のニットも、ちょっとね、考えてる。形変えないと思うかな。あれめっちゃ良かったんだよ。自分で言うのもなんだけど。
ビールがちゃんと美味しく感じるようになった瞬間ってありますよね。ある、これはあると思う。だって味覚って結構変わらない。ちっちゃい頃僕ナスとかピーマンとか大嫌いだったけど、今ナスとかピーマンが野菜で一番好きじゃないかな。ジャージセットで買った時の送料ってどうなります？一緒に頼んだら送料は一緒になりますよ。だからその2点だと本来2000円になるけど、その1000円に済みます。日々ルックやウェアをコーデに参考にコーデ組んでます。ウェアの更新期待してます。もうしないんじゃないかな、わかんないウェアめんどくさいんだもん。インスタグラムで手一杯。でもね、インスタちょっとね、カメラマンが変わって、僕がフィリピンとかで動画のカメラマンとして一緒に行ってた仕事仲間の子がいるんだけど、もともとプロでやってて、その子はフィルムとかもやってるから、最近フィルムとかの写真入れたいなと思ってその子にお願いしてて、この前撮ってもらったんだけど、そういうちょっとテイスト変わるかもしれない、インスタグラムの。ワインは好きですか？ワインは全く好きじゃないですね。コンビニのあの398円くらいの美味しいワインが一番美味しく感じます。明日も仕事なので寝ます。おやすみなさい。僕も寝ようかな。ちょっとこれ飲んだらもう寝るよ、さすがに。眠いよ。中国の紹興酒は苦手です。チンタオビールは好きですか？チンタオ美味しいよね。ああいう薄いビールマジ好き。ね、これ麦酒大学はご存知ですか？知らない。初めて知った。おすすめのハイボールありますか？結局核に戻ってしまう。まあ何でもいいんだけどね。なんかちょっと前までスモーキーなのすごい苦手だったんですよ。いいウイスキーってちょっとスモーキーな香りするじゃないですか。だけどなんか僕の仲いい豚がいるんですけど、豚とよく酒飲むんですけど、そいつの誕生日にちょっとスモーキーないい、なんだっけな、マッカランみたいなやつ、間違えてたら申し訳ないけど、なんかマッカランみたいな感じで、それでハイボール作ってすっげえスモーキーだったんだけど、それのおつまみでチーズとかチョコを食いながら飲んだ時はめちゃくちゃうまいなと思って、あ、やっぱなんかそういうシチュエーションとかその食い合わせみたいなのあるんだなってすごい思った。初めて飲んだ時酔いすぎて女の子のブーツをリバースでタプタプにして翌日土下座しました、僕の先輩で僕の友人のブーツにゲロ吐いて満杯にしたやつはボコボコにされてましたピーマン半分に切ってそこに焼き鳥のつくねのっけて食べると飛びます。あーうまいよね。だから僕酒飲んでる時つまみってマジであんま食わんのよね。普通に食って美味しい。それは普通になんかなんつうの、ピーマンに肉味噌つけて食うだけで美味しいよね。ハートランドが好きです。あ、海外ビール飲みやすいよね。マグカップどんなの使われてますか？今は使ってるスタバのやつとかかな。こんばんは。新しいヘアバンドの高さはアーガイルヘアバンドと同じくらいですか？ちょっと短い。アーガイルのやつが一番長い。既存のやつよりも1センチ長いくらいで作りました。これなんだけど、別にそこまでね、わからないと思う。猫毛がついてる。だけどもその色味として木感がないから、その立体感とかのバランスを考えてつけた時にちょっとだけ物足りないから、1センチとか 1.5 センチ伸ばしてっていう指示で作りました。サングラスかっこいいです。そこですか？これもうなんかもう30分に1回ぐらい来てるけど、マイキータとマルジェラのやつや川島さんがおしゃれだと思う芸能人いますか？でもさっき言った永瀬智也さんとか小田切城とかすごいかっこいい、その自分があるなみたいな、理由がある人は僕は好きっすね。そのなんつうのかな、
永瀬智也さんだったらバイクが好きとかそういうところから、じゃあバイカーファッションしてるじゃん。小田切丈さんも完全にアーティストだからああいう格好を自己表現でしてるっていう、無理してないじゃん、そのままじゃんっていうのが好きかな。逆に無理してる人とか見るとなんか自分はこういう風にしないようにしようみたいな感じにはなるけど、だからそのキネマをやってる理由とかもそういうところ、その別に俺引きこもりだし、楽なファッション好きでも寝落ちしてもそのまま寝れるとか、そういうのがあったから、普通に洋服のブランドやるのは絶対嫌で、それまでさキネマやるまでいろんな企業さんとかブランドさんとかから洋服出しませんかとか、ブランドやりませんかって言われてたんだけど、やんないっすって言ってたんだけど、自分でやるんだったら何だろうかなって思った時に、あ、パジャマだ、寝巻きだと思った時に、なんかこれだったら絶対やりたいと思って、その自分も着たいしと思ってハマったんだよね。なんか理由って結構男大事だと思うんだよね。例えばバイク乗ってる人だったらバイカーファッションとか、じゃあね、川島さんバイク乗ったらファッション変わるんですかとか、さっきもコメントあったけどさ、変わるじゃん絶対に。じゃあスケボーやってたらスケボーやりやすい服装になるしとか、そういうバックボーンというか、その理由っていうのはすごく大事なのかなと思って、だからそういう理由があるブランドはすごく好きで、なんかそこなのかなっていうふうには思ってるかな。理由、なんか別にかっこいいものたくさんあるしさ、全然いいと思うし、だけどだから無理しないというか、なんかその人っぽいよねっていうのはすごく似合うことにつながると思うしさ、そういうのは大事だと思うよ。第3のとこさん、すいません、パコってました。おい、トイレ行ってくるわ。もうダメだ。せっかくだからお着替えしようかな。川島さんの好きな女性のタイプ教えてください。誰得かもしれませんが、たぬき顔が好きっすね。目クリッとして顔ちっちゃくて丸顔でみたいな。別にないっすけどね。食事には一番絞り、単体ではスプリングバレー、プレモルがおすすめです。あー、だからやっぱケースバイケースで分けるよね。分かる、それめちゃくちゃ分かる。第三のとこ、晩にしようかめちゃくちゃ悩むな。めっちゃ悩む。川島さん、小食なイメージですが、二郎ラーメンとか食べたことありますか？ありますよ、一回だけ。でも大盛りとかにせずに
通のやつで頼んだけど全部食えなくて、もう二度と食わねえってなりましたね。美味しいと思うけど、なんかもう辛かった。今日は猫たちが来ない。ちょっとね、サスケがソファーに寝てるよ。見えるかな、このソファーに。なんかキネマで売るのを控えてるブランケットが一個あるよ。オンブレチェックで作ったブランケットがあるんだけど、それめちゃくちゃ好きでさ、サスケ。見えないね。1日20時間くらいそこにいるよ、あいつは。チルドレンさん、まだやってた？今から KP。 いや、てか結構長くやってね、今日。 KP もう寝るわ、これ飲んだら。1時半じゃん。すごい数のブーツ。いや、これでも一部ですね。やっぱりそのチェックシャツかっこいい。かっこいいチェックシャツ。これめっちゃいいぞ。これね、めっちゃ細かいこと言っていい？肩ちょっと落ちてるじゃん、これで。で、こう落とした時にここでやっぱ縫い目ができるから、ここって浮きやすくなっちゃう。多分、お持ちの T シャツとかシャツとかで、ここはこう、ちょっと、なんつうの、張ってはいないけど、不自然な浮き方してるものってないですか？でも見てこれ。めちゃくちゃ綺麗なんだよ。っていう、すっげえ、細かいこだわり。なんとも言えんよね。もう分かんない人からしたらもうどうでもいいよってなるし、着てきゃ柔らかくなるだろうっていうとこもあるんだけど。そうそうそう、一緒にやってるパターンの人が結構さ、そういう変態系でさ、もう今ちょうど作ってんのが春夏用のミリタリーテイストのスウェットを作ってんだけど、その横に縫い目なしにして、でもダーツ入れたらこうなるからさ、こうやろうよみたいなこと言ってくれて、作ってくれて、サンプルめっちゃ綺麗で、その面白いんだよね、作ってて超面白いし、自分もそれ早く履きたいなって思うようなアイテムだからさ、毎回売れなくてもいいやと思って作ってんだよね。変な話だけど、まあそんな感じだよ、いつも。なんか義務感に追われて洋服作るとかそういうのは全くやってないかな。なんか売らないと、なんか来月お金厳しいからとか、別にそういうのじゃないからさ、なんつうの、これ別に売れなくてもいいから自分が着たいから作れってやっちゃってるから、いいんだか悪いんだか分かんないけどね、それが。だってトレンドとかそういうね、今シーズンはこのカラーがトレンドだからこれで出しましたみたいな、この形はこういう風なアイテムだからこういう風ですとか、どのブランドが使ってる同じ生地を使ってこういう風にやりましたとか、別にどうでもいいんだよね、本当に。マジでどうでもいい。もちろんそれを大切にするとか、その人からの 見られ方を気にして、なんていうのかな、それも大事じゃん、その TPO としてさ。その別におしゃれどうでもいいんだけど、って、その人から見られ方で気にしてるから、ある程度おしゃれをしたいって人にはすごく大事だと思うんだけど、別にそういうのやってないからさ、もう何でもいいんだよね。自分がいいと思ったら、いいよ、つって。売れなくていいっていう。売れなかったら売れなかったら別にいいし、自分で自己満足だから。濃いし有能シャツ完璧すぎる。いやいや、完璧じゃないと思うよ、全然。僕よりもこだわって作ってるデザイナーズブランドとか全然あるしさ。そう、先輩でもやっぱりそういう止めブラでね、その最前線で走ってる人とか僕全然いるからさ、
それこそシュタインの浅川さんとかそうでしょ。すっげえこだわりだもん。やっぱすごい尊敬してるし、かっこいいなと思うし、あれだけど、その僕が大事にしてるのは理由とかそういうところだから、全然そのやってることが違うんだよね。だからなんだろうね、その YouTube の動画もそうだし、こういう配信もそうだけど、嘘つきたくねえなっていうところだよね。自分がいいって思ってるものを作ってるだけだからね。自分はアルコールを受け付けない体質だと思うので、飲める人が羨ましいです。あーでもそういう人いるよ。僕の後輩でもね、ジンマシン出ちゃうとかあったからね、飲まない方がいいと思うよ。それでもめちゃくちゃ飲みたいって言うんだったら、もうそれこそもうあの特訓するしかないよね。ゲロ吐きまくるとか免疫つけるしかないよね。バイク買ったらコーチジャケット着て紹介動画上げてほしいです。僕がここ1年で一番良かったコーチジャケットはユニクロのコーチジャケットっすね。あれマジ最強っす。ストレイトガルマさん、幼稚園の送り迎えの服装がむずいっす。楽な格好したいけど、他の先生とかママさんにちょっとかっこいいと思われたい。もうそれは欲です。あなたは結婚してお子様います。欲です。ダメです。欲は出しちゃダメです。なんだろうね、でもそういう人多いよね。そのお子さんいて、なんだろう、そのお子さんを一緒にその遊び行くときに楽な服したいけどかっこいい服着たいっていうのも、僕の知り合いでもいて、ちょっと川島作ってよとか言われるんだけど、難しいよねそこって。川島さんがキネマを含めて今の仕事を始めようと思ったきっかけってありますか？やりたいと思ったからやってるだけですね。好奇心だけです。逆にこの年になると何をやりたくないかっていうのがすごくはっきりと見えてくるんで、やりたくないことは絶対にやらないっていうところだけ信念にやります。はい。でこういう洋服をやるにしても、誰かの指図を受けるとかは絶対にやらないですね。だってめんどくさいもん。だってこのシャツをじゃあ作りましたっつった時に、いやトレンドはさっつって、じゃあもっとオーバーサイジングだからこういう風にやって、袖のとことか裾とかちょっとこういう風にしてよって言われたら、もうやらんもん、めんどくさいもん。じゃあ勝手にやってくれよって思っちゃうし。長く使えるアイテムの方が愛着出ていいんですよね。そう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 。でもね、これだけ洋服とかブーツあるとね、そういう風に長く使えるアイテムってめっちゃ欲しいんだけど、なかなか着れないのが逆の悩みになってくるよね。元ブログ動画これから楽しみにしておきます。元ブログは難しくない？あれどうやって撮ってんの？そのヘルメットとかにつけてる人いるじゃん。僕あのキャブヘイライドンめっちゃ好きなのよ。すごい大変そうだよ。いい意味でゆるっとしていて好感しかない。別に好感ないでしょ、ゆるゆるしてんだから。もっとパキパキしてる人の方が好感あると思うよ。僕自身そう思う。子供いるときはまあ汚れてもいいかって思える服着るかな。まあそうですよね。絶対そうだと思う。来年のね、秋冬、この春夏はミリタリーでいろいろ作ってんのよ、今。なんか口頭だけでも伝えようかな。なんか残してた気がするんだけどな。とりあえず来年の秋冬、秋冬だからもう1年後だよね。1年後のラインナップというかテーマは、90s からその2000年代の僕が好きなそのスケートカルチャーとか、まあスケーターだよねっていうところにフォーカスを当てて、僕はめっちゃ好きだからただ単に作るっていうのでやります。まあカーディガン系とかニット系は今年はウールが入ったモヘアとか作ったんですけど、
ちょっと生地を1個開発しようと思って、そのアクリルだけでモヘアを作ろうと思って、そのやっぱりそのウールが入ってると、今回作ったウールのモヘアとか別にそんなチクッとしないけど、やっぱりその部屋着の観点からいくと、その 1% でも減らしたいっていうのがあって、で古着とかその僕が持ってるその昔の洋服とかだとアクリル 100% だけど、すごい目が細かくて詰まってて、まあ、厚みもあって柔らかいアクリルのモヘアがあって、10年経ってる今でも結構普通に着れるのよ。だそれをちょっと生地から作ろうと思って、でそれでまあそのチェックのモヘアのカーディガンとか、そのニットでそのダメージのプルオーバーとかを作りたいなっていうのと、あとはその定番としてそのワッフル素材を開発した時にすごい良かったからさ、あのサーマルのなんかサーマルのなんだロンティー作って、スウェットか速乾しちゃったやつあったと思うんだけど、あれよりもその生地が厚くて柔らかいカーディガンをちょっと作ろうかなっていうところ、あとはパジャマセットアップとかだと、まあ、なんかまだ考え途中だけど、デニムでパジャマのセットアップを作るか、スウェットでインディゴに染めてデニム風のそのファーストとかセカンドとかの G ジャンあるじゃん、あれをスウェットで作るか、まあ、どっちにするか分かんないけど、そのセットを作ろうかなとか。あとはそのストライプシャツの、なんていうの、その前にジャカードですごい柔らかいシャツを作ったんだけど、あれ結構発明だなと思って、あれのセットアップをさらに作ろうかなっていう、だったりとか、あとジャージとかね、インナーとかもめっちゃ企画してるんで、ちょっと変態アイテムを作っていきますよ。生地作るってなると本当半年くらいかかっちゃうからさ、もう今からやんないと間に合わないんだよね。ゴルフは興味ないですか？ゴルフウェアコーデみたい。ゴルフは打ちっぱなしでストレスしか感じないんでやんないっすね。生地から起こすんですか？すげえな。そう、ないやつは生地作ってますよ。だからこの前のオンブレもそうだし、結構作ってますよ。その、なんだ、一緒に今動いてる OEM の会社があるんですけど、そこがやっぱすごい、なんだろう、国内トップ系のそのドメブラとかもやってるようなところで一緒にやってるんで、その、高いんだよ。その、やっぱ目指してるところが高いから。だから、僕もそういうの作りたいから、その、迷わずいいものを選ぶよね。安くあげようと思ったら海外生産でさ、その安い生地で、それっぽい生地でやればいいと思うんだけど、縫製とかもなるべく国内で、やるのがやっぱすごい大事になってくるんだよね。だってさ、まあ変な話だけど、その、ね、全部が全部そうじゃないけど、その中国とか海外でお願いしたときに、指定したその、パターンで上がってこないとかあるからさ、結構やばいとこもあんのよ。だったらその国内で職人さんって言われる人にやってもらった方がそのやっぱねいいかなっていう、仕上がりもすごい綺麗だし、やっぱりそういうのでやりたいんだよね。で変なもんやりたくないもん。シーマンって女性ライダーの動画とか話さないで景色メインで見ててバイク乗りたい気持ちが強くなります。見てみようかな。僕猫動画くらいしかそういうの見ないな。よしさん、レザーいくらくらいですか？これさっきも言ったんだけど、多分3号は超えると思っててもらえればなるべく頑張るんですけど、なんとも言えないです。パンツとジャケット、まあ、パンツの方が安い。パンツの方が全然安いと思う。Zさん、いろいろ溜まってますね。もうそれは隠語よ。それは隠語。ナイキ ID でクパシマカラーモデルとか紹介してみては。スケーター向け品番とかあるし、もうクパシマがダメよ。
イタリアとかも勝手に買えるんよ。ね、その海外の工場に依頼した時のそのパターンとか、これでお願いって言っても全く違うので帰ってくるとか意味わかんないよね。スワッチとか見てるとテンション上がるような、大変そうだけど楽しそう。そうっすね、めっちゃ楽しいよ服作ってんのは。だってさ、例えばこのシャツでもさ、そのさっき言った肩の落ち感とかもそうだけど、じゃあボタンどうするとかそういうのもさ、こういうとこでもさ、値段なんつうの変わってくんだよ。じゃあこの前のオンブレジップシャツでジップを YKK にしましょうとか、タロンにしましょう、リリにしましょうとか、いろいろあるんだけど、もうひどいと1000円2000円変わるとかもあるし、そう、なんか面白いんだよね。なんかあるじゃん、その僕たちの年代だとさ、ちょっとリリが流行ったりとか、そのあったじゃん。なんか今はちょっと落ちてるとかもいろいろあるし、でもヴィンテージ好きな人だとタロンが好きとか、でも色もあるじゃん、そのシルバーを使うとちょっとモードっぽくなるしとか、ブラスを使うとどういう印象になるかとか、なんかね、もう変態の領域なんだよね。やっぱりファッションについて語るときは仕事人の表情ですね。別に仕事人じゃないよ、もう道楽よ、道楽。好きなもんを作れるっていうのは超贅沢だと思ってるから、めちゃくちゃありがたいもん。こういう風なさ、チェックシャツもさ、言うなればオンブレっぽいけど、オンブレっぽくない、その昔の絨毯っぽい感じを作りたいとかさ。だからこの襟見て、この襟、ここで実は止まるけど、止まってこうなるけど、止めないように作ってるみたいな謎じゃないこれとか、ちょっとオープンカラーっぽいけどみたいな。なんでその動画で喋るかわかんないけど、そのパジャマ屋さんじゃん俺がやってるのは。だからそこにパイピングが入っててとか、でも普段着ができるようにしてるから、なんつうの、パジャマシャツってやっぱこういう風にオープンカラーよりも開いてるものが多いけど、でもそこの要素も残してさらにパイピングを入れたりとか、あとパンツの裾にもパイピングを入れて、そのパジャマ要素を入れてみたいな。なんかもうだから自己満アイテムをね、その表現できるってのは超楽しい。でも別にこう洋服だけじゃないけどね、その飲食店を作るとか、その物件の内装をやるとかも一緒だけどね。物件の内装とかの方が僕好きだけどね。結構外部で依頼来たりしてたもん、昔。その飲食店の内装をやってくださいとか。その、なんだ、どういうテーマで作るとか。もうなんかコンセプト聞いて、そのお店がどういうお店なのかとか、どういう料理出すのかとか。どういう年齢層なのとか、どういう会話が生まれるお店なんですかとか聞いて、その飲食店の内容を決めるとかもやってたから、それもさっき言った理由みたいなとこじゃん。なんかそういうのを作るのが好きなんだよ。なんかものづくりが好きなだけで、おもろいことやりたいなっていうとこなんだよね。マニラに来宅です。メンズのショップが本当に少なく、中級階級向けに出店してください。とこ夏なんで夏服オンリーで。僕マニラ行ったことありますよ。あれっすよね、なんだ、渋滞やばいっすよね。だからそこでも感じることが多かったっすね。やっぱその渋滞一つで文明の発達とかも遅れるんだろうなとか、なんかもう自動車ばっかだから交通広告とかの割合がでかいんだろうなみたいなのがすごいなんか勉強になったっすね、フィリピンは。でフィリピンおもろいっすよね。僕2回かな行ったんすけど、カメラマンとして行ったんすけど、なんか遅刻が当たり前すぎてマジで切れそうになりましたけど、やる気ねえだろっつって学生時代古着屋でタロンとかリリ見つけるの楽しかったな。わかる、めっちゃわかる。
あるよね、そういうの。そういうの楽しかった思い出があるし、そういうのに憧れがあったから、やっぱじゃあタロン使いたいなとか、もうそれだけだからね。別に深い理由ではないんで、僕としても。でも使う理由にはなるじゃん。なんでタロン使ってんのみたいな。他よりも絶対金額上がっちゃうし、見た目変わんなくないって言われたら、それまでなんだけど、いやもうタロン一択で、みたいな。その、次のレザーのジャージもタロンなんだけど、いつか10年後、20年後くらいにさ、もうなんかミラクルで古着屋さんとかにキネマのジャージが置いてあってさ、これタロンなんですよ、みたいになって。絶対価格上がるじゃん、みたいな。好きな人は好きじゃん、みたいな。なった時になんか自分が見つけたの、僕タロンのレザージャージ、あ、俺が作ったやつや、ってなりたいもん。まあ、死んでそうだけどね、僕なんて。川島さんの人生充実してて羨ましいです。充実してたら彼女いるっつうね。全然充実してないよ。道楽素晴らしい。まあ、道楽だよね。この商売としてやりたくないっていうのがあるからね、一番。なんかいろいろ、なんか利益率はとか考えないといけなくなっちゃうじゃん。なんかそんなんを、ここでやりたくないよねっていうところはすごいあります。だから1個利益率重視でやるよりも10個道楽やってて生きていけたらいいよねっていう感じで僕はいろいろやってるだけですね。そうだから他にやってる授業とかも友達がさメインで授業を張ってくれたりとかしてるから利益めっちゃ上げてるし、そうなんか僕としては責任もそんなに負わないし、まあ責任はあるけどさ、まあね、金出してるし、あるんだけど、まあ道楽で行きたいなっていう、緩い人間なんでね。寝る用ナイト下着とか作らないですか？もうユニクロでいいんじゃないかなってすごい思ってるからね。あれに勝てなすぎて作らないっていう感じかな。雇われる側から脱出した最大の贅沢よね。その分リスクも背負ってるけど。そうっすね。リスクもあるけど。でもまあバランスを見ればっていうところじゃないですかね。僕もだって、相当頑張っ、自分で言うのはダサいけど、すごいダサいけどめちゃくちゃ頑張ってましたからね。20代とか30代前半は、頑張りましたね。寝れない日とかも、悩んで寝れない日とかザラにありましたよ。セブ島行ってみたい。セブ島めっちゃ面白かったよ。なんかさ、パラセーリングみたいな船にさ、船で引っ張られてなんかタコみたいな感じでさ、二人一組で飛ばされるのとかやっててめっちゃおもろかったんだけどさ、どうしてもしょんべんしたくてさ、その、フィリピンのその運転手の人とかにさ、しょんべんしていいって聞いてさ、いいよって言われて、これ海飛び込んでしょんべんしていいのつって、あーみたいな。でも飛び込みそうになってさ、スタートみたいなこと言われて、なんでって聞いたら、お前、ここでしょんべん中でしたらサメ来るから食われるぞって言われて、マジで焦った記憶がある。ちょっと怖かった。いや、タッションした。7人くらいで。川島さんに彼女できたらレディースもラインナップされるのかな。一応ね、ちっちゃいサイズは女の子でも着れるように作ってるんだよね。一応ユニセックスなんだけどね。僕の視聴者さんだったりとか 98% くらい男性だから男性しか着てないっていうだけです、はい、悲しい現実をここでお伝えします。加賀さん、やっと仕事終わりましたし間に合いました。この時間に終わるってやばいね。2時だよ。僕はもう飲みきりそうだから、これ飲んだら寝るよ。最近の大型は電子制御でめちゃくちゃ乗りやすいですよ。ドゥカティとかどうですか？なんか別にその電子制御とかはあんまり惹かれないんだよね。もうガソリン臭い感じが好きよ、ここは。スニーカー作ってください。絶対作んない。絶対作んない。僕は身長が187センチあるので、
1年間書いてるのにサイズが合わなくて残念です。来シーズンから1個上のサイズができるんで多分大丈夫だと思います。っていうか物によっては全然着れると思います。最近はツーリングに同行してくれる女子ライダーをレンタルできるサービスが入りつつあります。そんなのあるんだ。まあ、僕がやるとすれば、まあ、キネマでちょっと動画撮りたいからって言って女の子の可愛いモデルとかを起用してそこで出会うっていう力技をしようかなと思ってるくらいなんで、今後キネマの発売と同時にあの PV みたいな動画ができると思うんですけど、そこに女性が出てきたら、あ、こいつやったなってあのちっちゃくコメントしてください。はい。それは川島さんっておいくつでしたっけ？ 36 です。僕は川島さんの好みの女性はタヌキ顔の可愛い女の子です。おっぱいは E カップ以上がいいです。くびれは欲しいです。身長は170センチ以上がいいです。以上です。ヴィンテージハーレー似合うと思います。そうかっこいいんだけど壊しちゃいそうですごく怖いです。やば、女子をタンデムして、もうタンデムはしないかな。多分ソロシートしか乗んないんで、人を乗せるのあんまり好きじゃないんですよね。ムカついちゃうんだよ。体重そっちじゃないだろうっていう感じになる。サイバーじゃ、無理だよ。絶対無理。僕、後輩とか友達にサイバージャ、元サイバージャパンの子とかいるんですけどね、別にその、あれだけど、その憧れというか、あれじゃん、可愛いな、神っていう感じだからね。です。そういう感じじゃないです。職権乱用。職権乱用して何が悪い？もう、ここで全てその答えに答えていくよ。うん。何が悪い？背中で N、パイか。愛を感じられるなんて最高じゃん。感じられなくない？何回も乗っけたことあるけど。抱きついてくる子もいるけどさ、絶対嫌なんだけど。もうここ持てよって思う。生臭いってなっちゃう。背中と臭い強い人はごめん、ん？匂いが強い人はごめんなさい。そう、それです。でもそれ対戦しないと分かんないからね。インスタ見たらガタイ良くてびっくりしました。服着てると分からないですね。そんな良くないっすよ、僕。全然弱々ですよ。やりやりの。頑張って筋トレしてるんだけどね。全然つかないんですよ、本当に。結局彼女ってだるくならないですか？まあないものねだりじゃないですかね、きっと。それはあると思います。ヘアスタイル真似したいです。ああ、多分ね、11月中に早ければヘアセット動画もう一回やろうかなと思ってます。肩周りでかくなったよ。まあ多分1年前とかに比べてでかくなってなかったら本当に泣きますけど、多少ね、本当多少。秋葉原に現役 AV 女優さんがスタッフしてる居酒屋あるらしいです。別にそういうのは惹かれないんだよな。それどうにかなるの？ AV 女優さんと付き合いたいかって言ったら別にそうでもないけどね。なんかもちろんね、一戦交えたいなとか、その、ね、対戦したいなとか。あいつの昇竜拳はどんなもんだと。俺の波動拳は食らうのかと。そういう実戦はしたいですけど。その後どうにかなりたいかって言われたら別にそうはなんないかな。髪伸びるの早くね。僕めっちゃ早いんですよ。襟足全部切ったんだけどね。今ないよ、襟足。そのうち粘土とかで彼女作り始めたりしないでね。やろうか。
やるよ。はい、もうだから埋もれたらダメなのよ。釣りは好きですかって言われたら別に好きじゃないね。気持ちいいと思ったことはないですね。六本木のレッドドラゴンは女優さんがいるキャバで、その後の試合も上の階のデリから行けます。なんだそれ、そんなとこあんの、危ないね。前髪目にかからないですか、どうセットします。見ればわかるだろう、横に分けとんよ。大喜利になってきて、見ればわかるでしょ、横に分けてるんですよ。かかりますよ、前にやったそりゃ。デボプロのプロテイン一回騙されたと思って飲んでほしい。あれ飲んだら他飲まれへん。あ、そうなんだ。僕はね、バルクスで落ち着いちゃってるんですけど、ちょうどね、多分あと1回2回でなくなるんで、買ってみようかな。レボプロ。レボプロ。何味がいいんですか？味大事じゃない？探求心ですよね。エクスプローラー。うまくねえぞ。別に。もう寝ようかな、ちょっと。下ネタ多くなってきたから。もうなんか眠いね、そろそろ。うん、飲みきった。ちょうどコメントも途切れたから、そろそろこれ一本したら寝るよ。まあ明日はちょっとバイクを見てきてさ、ワンちゃん乗りで買うかもしんないし、いいのがなかったら買わないかもしんないし、どうなるんすかね。バイクね、似合うかな、ハーレー。サブウェイの移行を待ってたのに、今日はさすがにいかんよ。サブちゃんはもう今日はきついね。もうだってお酒ないもん。ちょっと待って、これまだ入ってたわ。でも、いや、これ美味しくないハイボールだし。いいバイクと出会えたらいいっすね。そうですね。あればっていう感じですけど、今やっぱさ、なんか新車と中古車とかあんま変わんなくなってきてるよね。その新車の納車がすごい時間かかるじゃん、今。円安だから多分だけど、メーカーもさ、海外で売った方がいいじゃん。そのお金になるから。多分日本に卸してないし、っていう風になると中古車の相場が上がるしさ、そうなると人気だと思うしね。難しいよね。バイカーって全員事故ってるイメージ。僕も事故ってますけどね。でもまあそんな大きい事故はないかな。そのバイクじゃないけど、チャリンコ乗ってて軽トラに引かれて、傘持ちながらチャリに乗ってて、思いっきり横から引かれて、傘の骨がここにブシンって刺さって、もうあとないけどさ、あるかな。ないな。なんかね、ここら辺にね、傘が刺さって、傘の骨、あの鉄の部分で、ちょうどこのなんつうの頬骨で止まったからよかったんだけど、止まんなかったら目貫通してたって言われて、ここに2センチくらい穴開いてたんだよね。なんか20歳くらいまであとあったかな。こうやるとここになんか変なへこみがあったんだけど、今全くないな。怖いよね、やっぱり。川島さん、今日長丁場。今日長いっていうか、最近めっちゃ長いよね、配信。配信僕無限にできるっすね。眠くなんなければ。飛び出しのおばあちゃん避けるのに20メートルすっ転んだ時は落ちると思った。ああ、そういうのあるよね。別に僕無茶な運転しないからな、ここは。でも何時に寝てるんですか、秋田さん。でもいつも3時とか2時には寝てるけど、めちゃくちゃ遅い日で5時かな。
1時間ぐらいがいつもだったのに、最近川島さん頑張ってくれてますね。最近配信楽しくなっちゃってさ。よくないね。ちょっと次は30分くらいで終わらせようかな。ロング缶もう一本行きましょう。もう行かないよ。無限にやられたらこっちも戦うよ。どういうことや。いや、終わろう！もう！やっぱさ、日曜日のいい朝迎えたいじゃん。日曜日にさ、昼過ぎに起きると、ちょっと一日無駄にした感じするからさ、みんなも、ちょっといい朝迎えましょう。っていう感じでね。まあ、また多分サブチャンで平日一発やろうかな。なんか最近配信すごい楽しいから。そんな感じで。かな。ちょっと、ハロウィンのね、あのコスプレのギャルたちを見て、発情するがいい。では、おやすみ、マンコ。これやべえな。